こんにちは。本日は、青年中央会さん、30周年、おめでとうございます。お祝いの席にお招きをいただきましてありがとうございます。なんていうとなんか結婚式の祝辞みたいですけども、私の本業というのは実は三重県の伊勢市というところでレストランの経営をやっておりまして、でそこでちょっとまあ変わったレストランなんですけど、レストランの中で結婚式とか披露宴とかそういうことをやってるんです。だけど私ですね、人を喜ばせることがこう大好きでしてですね、それで、すごくシンプルなビジネスをやってるなぁと自分でいつも思うんですけども、年間、私の今いる三重県伊勢市というところ、伊勢神宮のあるところですから、名前ぐらいは聞いたことあるかなと思うんですけど、名前は伊勢神宮のおかげでちょっと有名ですけども、人口はそんな大していないんです。10万人、いるかいないかぐらいのところですので、那覇と比べれば随分小さな町ですけど、そこで、レストランの結婚式なんですけども、年間、そうですね、6、70組ぐらいの披露宴は、させていただいて、で、パーティーに関しては大体100件ぐらいは年間やりますでしょうか。で、それがちょっと自慢なのはですね、僕宣伝広告費中のを全く書けないんです。こう、新聞に折り込みのチラシを入れたりとか、地元の情報誌にこう載せたりとか、そういうことを、実は全くやらないんです。で、スタッフといつも話してるんですけど、たくさんの組数を上げることよりも、やっぱりこう一組一組の結婚式やその披露宴にやっぱこう情熱を傾けて、それでいてくれたるこうお客さん方がゲストの皆さん方がもうえらい感動してくれるようなことをやっぱ僕らやろうと、でもうお客さんが思ってらっしゃる予測よりももうはるかに上回るような感動をしてくれたらお客さん絶対言ってくれますもんね。なんか喋ってくださいますから、ですからお金いただいてありがとうございましたとお見送りするというよりはむしろ行ってらっしゃいって感じなんですよね。営業マンの方々出かけて行ってねっていうような雰囲気でお客さん見送るようになるべくするようにしてるんです。で、でも予測の範囲内というか、それでしたら別にね何も話してくれないと思うんで、やっぱり予測上回らんと意味がないかな。だからこういらっしゃるゲストや新郎新婦やその親御さんやご親族の皆さん方もうびっくりさせようというふうに思ってやるんです。そうするとこう口コミがどんどん広がって、で大体年間スケジュールが埋まるというとってもシンプルな経営をやってるんですけれども、ですからこう人を喜ばせることによって可能性が広がるんだみたいなことをやってるんです。でそういうふうな今現在なんですけど、それになんかこう至ったというか、今の私のこう考え方に至ったのは、やっぱり司会の方がご紹介いただいたように、そのフリーターやってる頃にたまたまこう焼き鳥屋さんで隣に座った人とのなんか出会いだったんですね。今日のテーマもまさに出会いと感動というテーマだそうですけど、僕はもうあの日あの時あの焼き鳥屋さんであの人に巡り合わなければ、だってねここでマイク持って喋ること、沖縄ですもんね言うたって、来ることはなかっただろうと思うんですけど、今を作ってるのは過去の出会いだなとそう思ってます。で、そうかって言って私ね、こんな壇上に上がってお話しさせてもらう、なんとかこう先生とか書かれてたりしてないですけどね。してないですね。だけですけど、そんな言われるような立場でも筋合いでもないんですけど、だってもともと僕は三重県の宮川村って言ってすごい山奥の田舎で私生まれ育ちまして、宮川村ってその中でも僕の住んでた地区は大杉谷って言うんですよね。大きい杉の谷と書くんです。もうどっから見ても都会はイメージできないと思うんですけど、なぜ宮川村は 97% が山林という村なんです。で、97% ですから、あと残り 3% しかないうちの 2% は川って書いてあるんですよね、役場に。なんで、たった 1% のところに道がついてて人が住んでるようなところで、その村はね、結構範囲、距離が、面積が広いもんですから、端から端まで車で行くのに1時間以上かかるんです。なのに、信号は1個しかないんです。だけど、その信号もいつも点滅してますんでね、あんま意味がないんですけど、そんなぐらい山奥の田舎で、お店屋さんも何もありませんので、子供の頃僕ら、お金を使って物を買うとかですね、そういう経験がほとんどないんですけども、だけど、楽しかったんですよね。なんかこう、山に行けば鳥が捕まえられたり、タヌキやキツネ捕まえる罠仕掛けたり、アユ取ったり、ね、ウナギを捕まえたり、そんなことばっかして遊んでたんですけど、だけど、僕は今すごい感謝してるのは、
あの小さな頃からですね、うちの母親がですね、まあ僕の性格作ってくれたと思ってるんですけど、山や川で遊びに行って、鮎やうなぎやいろんなもん取りに行って帰ってくると、うちの母ちゃんがですね、いつもね、僕がバタバタ言いながら帰ると、ああ、お帰りって言って満面の笑みで出迎えてくれた後に、一言いつも言うんです。どうやったって聞いてくるんですよね。その、取ったかっていうことなんですけども、まあ、その時に僕はまあ腰のね、網の中に入ってる鮎かなんかこう見せて、お母ちゃん取ったで言うて、ほら見てみーなってこう見せると、うちのおかんがいつもそれを喜んでくれて、で、ほな、一番大きいのはじいちゃんに食うてもうて、その次はばあちゃんに食うてもうてってな、そんな感じだったんです。だけど、毎日毎日お帰り、どうやったって言うてくるとですね、今日もお母ちゃんのどうやったに答えなあかんな思って、せめてもう一匹取らにゃ、せめてもう一匹取らにゃと、子供の頃から漁師のような感じのことしてたんですけど、けど、毎日でもね、待ってくれてる人が、家族が家にいててですね、どうやったって期待して待ってくれてるって、そう思うだけで子供心にね、お袋喜ばしたいなっていうふうにこう思って、それがこう積み重ねてこれたなとこう思うんですけど、だけど、中学生ぐらいになった頃、僕あんまこう勉強もしませんでしたし、あんまろくなあれじゃなかったんですけど、かえって僕の兄貴はですね、すごく勉強よくできましてね。ほんで、兄ちゃんがええとこみんな取ってて、弟絞りかすみたいに言われて僕大きになったんですけど、まあ兄貴はね、僕三つ違いで、高校三年生の時、もう大学はもう選び放題や、って先生言うてはって。で、国立でもどこでも行けるぞきっと言われてて。んで、すごいな兄ちゃんはと思ってたんですけど、その兄貴ね、親はもう大学行ってくれて、どっか公務員さんかなんかなってくれて、こうなってああなってて、こういろいろ考えてたんですけど、兄貴はなんかね、カメラマンになりたいっていう思いがあったんです。で、それ親に言わへんまんまね、ずっとこう胸の中に収めてて、だけど、どうしてもカメラマンになりたかったみたいで、親に内緒でまあアルバイトやって金貯めるんです。だけど、普通高校生やったらね、お金稼いでお金貯まったら、服買うたり、なんか欲しいものを買うたりしそうなもんですけど、うちの兄貴ね、たまったお金持って、こっそり東京に行くんですよ。で、僕それ知ってたんですけど、東京にこっそり行って、兄ちゃんあんた何しに行ってんのって聞いたらね、俺やっぱりカメラマンになりたいねやって言うんですよ。ほんで東京行って何してんのって聞いたら、すごい有名な一流の先生がいてはんねんや、って、その先生のところへ、弟子にしてくれって言って頼みに行ってるんやってこう言うんですよ。で、すごいなあんたって言って僕びっくりしまして、だけどその先生どない言ってた言うたら、あかん言われた言うて。さ、残念やな、言うたら、でもな、一回や二回では、は言うてもらえんわな、そんなって言って、またアルバイトして金貯めると東京へ行って、で、断られて帰ってくると、またアルバイトして金貯めてって、僕知ってるだけでも7回も8回も行ってるんです。もうね、うちの兄ちゃん、湧いてきて湧いてきて、自分で蓋できへんのですよ。もう、思いがこう湧いてるんですよね。で、すごいなと思って、僕は、なんか応援をしてたんですけど、でもあんまりしつこいくもんですから、姉妹の姉妹にその先生、お前そこまで本気なんやったら来いっちゅうことになって、うちの兄貴カメラマンの先生のところへ見て弟子入りすることになったんです。で、それをね、両親に打ち上げたんです。ほな、うちのおとんとおかんはもう大反対ですよね。お前、アホと違うかって。片や国立大学も行ける言われてんのに、あんた選択肢は山ほどあんのに、なんでそんな橋にも棒にもかかるやかからんみたいなことせなあかんねん言うてね、大反対なんです。で、兄貴もね、猛烈に俺の人生やって反対してるのを、中学生の僕が一人で冷静にこう見てたんですね、両方の言い分がわかると思って。だけど2時間経っても3時間経ってもお互いの話を折り合わない時に、うちの兄貴ね、偉いことを言うんです、親に向かって。まあ父親に向かって言ったんですけどね、僕の人生ね、お父さんって、もうどんな仕事に就いたってそこそこにお金を稼いでそこそこに生きていくっていうことぐらいは、まあそこそこにできるよって。でね、だけどね、お父さんって俺一個だけね、絶対こんな人生は嫌やと思う人生が一個だけあるんやって言うんですよ。ほな、親身乗り出してなんやねんとこう聞くわんですね。ほな、兄貴なんちゅうたと思います？俺がね、絶対嫌やと思う人生はね、お父さん、あなたみたいな人生さってこう言うたんですよ。偉いこと言いますでしょ。父親に向かって、面と向かって、お父さんあんたみたいな人生だけは絶対に嫌やってこう言うんですよね。ほで、うちの親父びっくりしましてね。まあ、お袋はもう瞬間に頭どつきに行ってましたけどね。だけどね、兄貴本でもね、ひるまないんですよね。父親に向かって。だってお父さんになって、自分の人生の時計逆回しして若い頃に戻れたらね、やりたいことやるやろうってこう言うんですよ。だって、お父さん気づいてないかもしれんけどね、僕がまだこうやってハイハイして放てる頃からお父さん息子の僕の前で何十回言ったと思ってんのって。俺はやりたいことがあるのに、親父があんなんやから、やりたいことの一つもさせてもらえんで、やりたいことの一つもさせてもらえんでって、おじいちゃんに対していつも
陰で文句ばっかり言いながら自分のやりたいこともできない人生愚痴ってたやんって。子供の僕、お父さんのそのセリフ何遍聞いたと思ってんのって。僕はどんな職業についても別に構わない。だけどね、やりたいことがもし出てきた時に辛抱しながら生きていく人生だけは嫌やって、ずっとそう思ってたんやって。親父の目の前でズバッとこう言ったんですよね。したらね、親父もね、お前に俺の気持ちの何がわかるねんちゅうことになって、もうね、えらい剣幕でもう怒り始めて、もう親でもなけりゃ子でもないっちゅうな話になってきて、挙句の果てにはなんかタンスの引き出しの中から封筒に入っている10万円ぐらいのお金出してきましたね。もう出ていけ言うて、座ってる兄貴にバーッとぶつけるんですよね。けど兄貴も腹決まってますわ。ぶつけられた金、何もへこたれもせずにね、ぶつけられた金涼しい顔してこう開うんですよね。ほんで開いながらね、お父さん、もう俺出ていく気満々で喋ってんのに金までくれんのかいって、そう言いながら涼しい顔して家出てったんですよ。だけど僕その姿中学3年生の時見てて、なんてかっこええんやろと思ったんですね。こうやって湧いてくんねや、やっぱりって思って。ほんでね、僕自分兄貴そのまま結局カメラマンの弟子入りしていって、ほんまにカメラマンになっていきよったんですよね。で僕その出ていく後ろ姿見てて、これやなと思いまして、ほんでね、高校行ってするんですけど、でも僕、そのうち湧いてくるぞ、そのうち湧いてくるぞとずっと待ってるんですけど、僕、湧いてこないんです、何にも。ほんで、夢も目標も何にも出てこないんですよね。ほんで、なんかね、それどころかなんかタバコ吸っちゃ謹慎食ろて、ほんで、友達と酒飲んで麻雀してると先生そこへ踏み込んでくるんですし、たまに単車乗って出かけると警察バリケード張ってますしね、で、女子の更衣室天井裏から覗きに行ったら僕だけ落ちるんですよ、なんかね。そんなことばっかり言って、謹慎処分ばっか食らってましてですね、お前何やっとんねんっておふくろからいつも怒られながら、そやけどね、待てど暮らせど湧いてこないんです。だけど高校3年に自分がなった頃には先生がね、お前大学行くんか、就職するんか、専門学校行くんか、言うて選択肢投げかけられるんですけど、でもやりたいことがないのにね、大学行ったってどうなんやろと。で、やりたいことがないのに専門学校決められへんし、やりたいことがないのに働かれへんし、そらわがままかもしれへんけど、どうなんかなと思って、結局僕ね、何にもよきめへんまんま、兄貴のいる東京に行きたかったんです。で、東京で兄貴と一緒に暮らしながら、あの一生懸命やってるお兄ちゃんの姿見ながら、怒られたりなんやいろいろしながら、東京でなんか可能性あったらなと思って、で、東京に行きたいと思って、何もよきめへんまんま東京行くことを決意しまして、で、先生そのこと言うて、親にその話したら親大反対ですよね。お前行かせられるかお前みたいなアンポンタン言われまして。けどどうしても行きたいねんや言うけど大反対でしょ。なもんで僕もね、言うちゃいかん言うちゃいかんと思ってたんですけど、お父さんみたいな人生嫌なんやって僕も言うんですよね。したら僕は親父に本気でグーで殴られたんです。兄貴とお前とじゃ言うてることの質が全然違うって言ってね、本気で殴られまして、おまけに金もぶつけてもらえずにですね、この金なしのまんま東京行かなあかんことになってしまって、で東京行ったんですけど、だけどあのろくなことなくて東京行って、兄貴ね、4畳半の貧乏な下宿に一人暮らししてるところ転がり込んで、布団もまともに引けないんですよ。部屋狭くて縦に半分に折らんだら布団引かれへんのですよね。で半分折りしたやつで寝泊まりしながら、まあ、生活始めたんですけど、だけど親心配しましてね、僕のところに見て荷物が届いてきたんです。段ボールのでかいのが、で何が送ってきたかなと思ってね、ちょっとドキドキしながらガムテープ開けて中覗いたら、僕が高校の時に乗ってた自転車がそこに入ってるんですよ。意味がわからなかった。なんでチャリンコ送ってくるのかと思って。僕はなんか布団とかね、なんか着るものとか、風邪ひいちゃいかんとか、お袋のこんな煮物とか、あんないろいろこう、汁こぼれやんようにとかして詰まってると思ってたら、チャリンコなんですよね。タイヤ外して、こう、ちょっとコンパクトにして送ってきよったんですけど、だけど手紙が一通貼り付けてあるんで、何が書いてあるかなと思って広げてみましたらね、たった一行だけ両親からのメッセージが書いてあるんです。読んでみますとね、東京まで行って自転車を盗むといかんからって書いてあるんですよね。それだけなんですよ。体気をつけろとかね、食べるもん気をつけろとか何もなしでね、チャリンコを盗むなって書いてあるんです。ほんで僕笑ったんですけど、まあいろいろ迷惑かけたし、まあその気持ちもわからんでもないか思ったんですけど、まあやることないんで、ね、タイヤ引っつけてハンドル引っつけて組み立てて乗れるようにしたんですけど、ブレーキを調節する工具がなくて、カチャカチャで何も効かないんです。だけどまあ近所何あるかぐらいせめて見に行こう思ってね、そのチャリンコまたがってこうビューと近所見に行ったら、なんかこう大きい公園出てきまして、その公園の中サイクリングコースになって上り下り上り下りしてるから、それこう調子に乗って走ってたらスピードボンボン出てきまして、そしたらね、公園が終わったその先になんかごつ広い敷地があって、博物館みたいなそんなんがあるもんですから、なんじゃこらと思いながら何も考えずに、まあ博物館が近所にあるなら中の様子を見とこうと思いまして、
かなりスピードが出たまんまなんですけど、ビューッと博物館の敷地の中に突入していきましたら、そこは防衛庁というところだったんです。で、この防衛庁というものがよくわからないまんま、両側にライフル持った人が二人立っている間を突っ切ってしまいましてですね。サイレン、うー鳴り始めて、緊急事態発生、緊急事態発生って防衛庁内大騒ぎ。まあ、ここら辺で言うと米軍基地に突入するみたいなもんですからね。それでもうね、マイクで止まれって放送で呼ばれるんですけど、ブレーキ効かんから止まられへんのですよ。ほんで足の摩擦でようやく止まった頃に、腰の拳銃に手かけた人らがダーって10人ぐらい囲まれて、で、ボディチェックされて取り押さえられるんですけど、貴様何の目的があってここに入ったって。目的も何もあらへんって、博物館やと思っただけなんやって、何ここって言っても、まあ防衛庁って聞いたってようわからんかったんですけど、取り調べ室で連れて行かれて、住所、電話番号と尋ねられるんですけど、何せ来たばっかりで覚えてないもんですから、答えられずにいたら住所不定かとか言われて、結局まあ宮川村のおかんのとこへ電話かけられるんです。でいきなり防衛庁から電話がかかってきて、うちのお袋びっくり返ってたみたいですけど、けどまあ、ね、僕の無実を証明していただいて、やっと防衛庁、5本の指凡庸させられて、二度とここには立ち入りませんなんて誓約書まで書いて、やっと出させてもうたんです。でも東京はなんていう恐ろしい街なんやって、宮川村にはそんなとこないですから、恐ろしいやと思いながらもううろうろしたあかんわ思って、こうチャリンコ押して帰ってましたら、なんかタイミングよく前から今度は警察官が歩いてくるんですよ。で、目合わさんようにと思いながらこう押して歩いてると、ちょっと止まれって言うんですよね。何ですかって言いますと、君、この自転車はどこで盗んできたのって言うんですよ。失礼なって、これは私のなんですって説明すると、自転車泥棒はみんなそういうふうに言うんだよって言うんですよね。まあまあ、詳しいことは署で聞くからって言って、そのまんま警察へ僕連行されていきまして。で、住所と電話番号をまた尋ねられるんですけど、控えてなかったもんですから。じゃあ、お父さんかお母さんに聞こうということになりまして、結局またご両親のところへ電話がかかりまして、まあ、防衛庁から電話がかかった約20分後ぐらいなんですけども、こちら目黒警察署ですが、とまた電話がかかっていきまして。でもまたお袋に泣かれて、もう帰ってこい言われましたけど、だけど不思議なことに、このおまわりさんにさっきも防衛庁で鉄砲で撃たれそうになって大変な目に遭ったんだっちゅう話したら、おまわりさん椅子から落ちて笑ったですよね。お前来るやいないや大変やったなそれはっちゅうから、ほんとよって、その片棒はあんたが担いでんのよなんて言ってね。で、その時そのおまわりさんと僕妙に仲良くなったんです。その人堀越さんっていう人だったんですけど、僕その時ですから東京出て行って初めて友達になった人って警察官だったんですけど、他友達なかなかできずに、まあその時もね変に寄り道したんで、兄ちゃんの部屋帰れる道わからなくなって結局パトカーで送ってもらったんですけど、そんなんで仲良しになったんで、しょっちゅうしょっちゅうそれから僕警察へ遊びに行くんですよね。だいたい昼の3時か4時頃狙って行くと、昼のなんか天丼とか親子丼とかね、取ったらやつが事件が起こってみんな出かけたりすると余ってるもんですからね。あれでだいたい僕昼飯しないでたもんですからね、3時4時ぐらいにだいたい狙って行くと、丼物の2つ3つ余ってて、これこう、みんな汁吸うっておじやさんみたいになってますけども、そういうのをいただきながら警察へ毎日遊びに行くうちに、国家公務員の皆さんが僕を心配し始めて、ええ加減お前働けって言い始めて、本当よねって言って、でもどうすればいいのかなって言ってるうちに、この国家公務員の皆さん方が、まあ、団体戦でですね、僕の就職活動をし始めたわけなんですよね。俺たちが仕事を探してきてやるって言って。で、パトロールの巡回の当時の時に、いろいろ仕事を探してきてくださいまして、それでまあ一つは土木作業員のこの道路工事現場で働く仕事を見つけてもらって、で、もう一つは夜ドーナツ作る仕事を見つけてきてくれて、二つフリーアルバイターで掛け持ちでやってたんです。だけどまあ、ね、現場で働いててもおまわりさん、パトロールって言いながらお茶差し入れしてくれたり、結構優しいんですよね。ね、休みの日は焼き鳥食いに安い焼き鳥屋へ連れてもらって。で、そこの焼き鳥屋の大将にまた可愛がってもらってしてるうちに、さっき話しました、人生を変える人と焼き鳥屋で巡り合うたんです、隣同士。だいぶ長かったですね、すいません。前置きが随分長かったですけど。でも、振り返ってみると不思議でしょうがないんです。本当に、あの焼き鳥屋さんで可愛がられるようになったから、その人生を変える人との出会いがあったって。だけどその前に堀越さんと友達になったからあそこ行ったわけで。でも堀越さんの心をキュッと掴んだのは防衛庁に突っ込んだ事件があったからなんですよね。じゃあなんであそこ突っ込んだか言ったら、おかんが送ってきよったからですよね、自転車を。でも僕真面目な優等生やったら、あの自転車送られてこんかったっていうことは、あれまで何遍もやった自転車泥棒で迎えに来てもらったことは全部意味のあったことのような気になってきましてですね、何かがこう縁がつながりつながりして、焼き鳥屋で巡り合ったこの田畑さんという方だったんですけど、まあ九州の熊本の出身の方で、横横座りました。
もう偶然といや偶然なんですけど、今思えば必然としか思えないんですよね。だってあの人と巡り合わなきゃ僕の人生考えられないもんですから。ですから、この人とまあ巡り合って、で話をしたときに、この方は僕に同じことばっかり聞いてくるんです。同じことばっかり聞いてくるんです。で、それはどんなことかっていうと、まあ体が大きくてですね、迫力満点なんです。ほんで、こう、熊本弁なんですよ、すごく。で、なんか雑談で話してるうちに、あんた、何のために三重県から東京に出てきたんだいって聞かれたんです。まあこの人が同じこと何遍も聞いてくるっていうのは、その何のためにっていうセリフなんです。もうこの何のためにばっかりなんです。何のために三重県から出てきたんかって言われて、いや僕将来のこと決められんくって、こうでああでこうでって、なんか兄ちゃんいるからって、じゃあお前なんとなく来たんかいって言うから、そう言われてみるとそうかなって言って、だけど僕でもね、一応なんかちょっとは考えてはいるんですけどね言って、で何やってんのそしたらって言われて、で実はねって、こう土木作業員の仕事とそのドーナツ作りやってるんですって。へえって、じゃあそのアルバイトはあんた何のためにやってんだいってこう言われて、はぁって思ったんですね。何のためにやってんのって聞かれたら、そんな、ね、僕遊んでるわけにいかんでしょって、ご飯食べなあかんし、飯食うてってね、それ生きてかなあかんから、それ働かなあって、遊んどるわけにいかんでしょってこう言ったらね、お前なんだいって、飯食うために仕事はするもんなんかそしたらってこう言うんですよね。そうでしょ普通ってこう言いましたらね、へえ、じゃあ続けんのそれって言うから、いや、アルバイトですから、そう続けるつもりはないですよって、これでも一応どっかの会社に正社員で入れてもらわなあかんなとかね、一応まあ東京まで来てるんですから、その、なんかチャンスがあればとか、自分の人生がぐっとこう可能性広がるようなものと出会えればと思ってね、だって今のままの生活じゃちょっと情けなすぎますよ、もっとお金になる仕事もせんと言うてこう言いましたらね、お前なんだよって、18歳のくせにさって、言葉の端々は銭か金かの話ばっかりだねってこう言うんですよね。お前、頭の中お金に支配されてないかその頭の中ってこう言っていたんです。ね。物事を考える判断基準、お前金かって、損か得かかってこう言ってきて。でも僕なんかその時になんか反発するっていうより、なんか綺麗事言わないでよそんなってこう思ったんですよね。だって言ったってお金なかったら何にもできないでしょうってこう思って、気持ちの中だけでちょっと反発してたんですけど、そうしましたら、じゃあ教えてくれよって。お前ずいぶん稼げるようになってさ、ってずいぶん金が貯まるようになったらさ、そのお金何のために使うんだよ、そしたらってこう言うんですよね。お金は何のために使うんだって。欲しい欲しいはわかるさって、そんなもん世の中の人みんなそう思ってるよって。いかに稼ぐか、いかに手に入れるか、いかに儲けるかって、お前、金の入り口はみんな考えとるわいって言うんですよね。だけどさ、お前その金は何のために使うんだよって言うんです。欲しいってことは使い道があるんだろうって。金はね、使って初めて価値出んだよって。ね、使わなきゃ金なんて紙切れじゃねえかって言うからね。いや、そらその通りやな。お金はね、入り口じゃないんだって。出口先考えねえならんばいって言うんですよね。お前にとってのお金の出口は何なんかちょっと説明してくれ。そしたら、随分稼げたとして、随分儲かったら、お前何に使うか言ってごらんってこう言うから、えって突然のことですし、そんな、急にそんなこと言われてもと思いながら、でも僕そんな金いっぱいあったら欲しいもんもいろいろあるし、言ったら、うん、欲しいもんね、言ってみって言うんですよ。だってそんな原宿とか渋谷とか行ったら欲しい服屋の時計屋のバッグ屋のなんやのって身の回りのもんでもいろいろありますやん、言ったらね、話小さいって言うんです、この人ね。そんなもんお前すぐにでも迷わんでも買えるだけの金あんだから、買えやいいじゃねえかって。で、着飾りゃいいじゃねえかって言うんです。ね、そんなもんこうたって銭は腐るほどあんだぞ、お前って。続き上続きってこくんですよね。したらね、兄ちゃんと暮らしてる部屋に電化製品がいろいろ足りないんですよ。電子レンジがあればなとか、洗濯機が全自動やったら最高ちゃうかって兄ちゃんといつも言うてるから、そういう足りやん家電製品買いますわ、言うたらね。それも話が小さいって言うんですよ。そんなもんすぐ買えるって、もっと大きな話しろよってこう言うから。だったらね、中古でも何でもいいから、車かなんか乗れたら相当かっこええ思うから、車買いますわってこう言いました。遠慮すんなって、お前金あんだからって、ベンツかなんかの新車買わんかって言うんですよ。ほんでね、ピカピカに磨いてお前こういうして乗ってお前乗り回さんかって、みんなから羨ましがられて最高じゃないかって、ベンツ手に入った。でもね、ベンツ買うたぐらいじゃお前の税には減らんばいって、続き来い続きって、まだあんだからもっと言えって。で、僕、兄ちゃんと暮らしてる部屋から出て、一人暮らしどっかアパートでしようかなって言いましたら、
遠慮しないでね、マンションを買えばいいんだよ。高層マンションの最上階って、360度夜景が綺麗ぞって。友達招いたって部屋にはね、イタリア物のスーツから服がね、もうずんばい並びよったいって。でもブランド物のバッグから時計から貴金属はキンキンキラキラしよっととって。身につかって乗って、ね、身につけて乗って出かけたってベンツじゃねやかって。ね、マンションこう立ってまだ銭は残っとったら次どうすんだいってこう言うんですよね。もうね、いいですよ。もう別にそこまで行かなくても別に僕いいですよって言うんですけど、なん遠慮しちゃいかんって言うんですよね。あんだからお前って言うんですよ。したらね、もっと頭こう絞れ絞れ言われるから、もうほなね、行ったことのないアメリカとかヨーロッパとか知らない世界見に行きますな、言うたらね、もうほなね、豪華客船に乗って食いたいもん食うて買いたいもん買い物しまくって帰ってきたらいいって。でもまだ金残っとるって。はい、続き来い続きって。しつこいんですよ、この人ね。もう、拉致あかんなと思いてきて、もう僕そこらでもうよろしいわ、言うて、もう無理やり話終わらしてもうたんですけども、話終わらしてもうた途端に言われたですよね。お前喋っとって気づかんのか、自分でって。お前のね、口から出てくる金の出口はね、物しかないじゃないかって言われたんですよね。お前、これから先の人生さ、物を買うために働くんか、お前って。人にね、羨ましがられるために生きていくんか、お前、そしたらって。お前ね、人との比較で生きてんだねって言われたんです。他人と比較しながら、比べながら、比べながらずっとこれから生きていくんかって。寂しか人生ねって。俺たちはガキの頃からテストを受けて比べられ、通信簿もろうて比べられ、かけっこすりゃ一等取らんかって比べられって、比べられ比べられしながらずっと生きてきたからしょうがないかもしれないけどね。人間の悩みの大半はね、他人との比較だよって言われたんです。人間はみんな、あの人はこんなにやれてるのになんで自分はこんなんなんだとかね、あそこの会社はこんなんなのになんでうちはこうなんだとかね、あそこのうちの子供はあんなに出来がいいのになんでうちの子はこんなにバカなんかとかつってね、大概人との比較でみんな悩みを作りよったいねってこう言うんですよね。だからお前これから先人と比べながら生きていくのって寂しいねって、そう言われて、なんだそれと思ったんですね。でも全部図星で当たってたです。で、そのあんたを見てると、そのなんかね、ウサギとカメさんに出てくるウサギさんと一緒だねって言うんです。ウサギとカメがあのね、丘の上の旗を取りに行くあの話に出てくるウサギとカメにのウサギにそっくりだって。絶対負けるはずないのにね、カメのことを気にしながら、周りで応援してる人の目を気にしながら、お前ゴールに向かって歩くんだ。だけどね、カメはね、相手がライオンでもチーターでも何でもよかったんだ。亀が見てたんは、だってね、旗を見よったけえなって言うんですよね。周りの人のことじゃないって、亀が見てたんは、いかに休憩を少なくしながら早く歩かないとね、日も暮れてみんなにそれこそ迷惑かける。そう思って着地点のゴールを見よったんだって。お前今人生の18歳でスタートラインに立ってる今ね、何を見ながら生きていこうとしてんだいって。お前母ちゃんの顔色が気になるかって。同級生の噂話が気になるかって。世間のね、噂話が気になるかお前って。あんた25になった時どんな男になってたいな、30になった時、50になった時って。でね、好きな女の人と巡り合った時、お前何のために結婚するかね、で何のために家族持つんかね、何のために何のためにって考えながら生きていかないと、お前ボケるよ人生がって。金にずっと惑わされながら損か得かで生きてったんじゃね、お前の人生に足跡ってつくんかえってこう言われて、もう目から鱗でしたね。ハンマーで頭どつかれたような気持ちになりまして、何なのこの人と思ったんです。だって焼き鳥屋で隣同士座っただけでしたからね。それで、この坊さんみたいな説教は何なんだと思ったんです。で、お年あなたいくつなんですかって尋ねたら、26やっちゅうんですよ、この人。で、26でなんでそんな悟ったみたいなこと言うのと思って。ほんであなた何してらっしゃるんですかお仕事って尋ねたら、お前俺の職業聞いて笑うなよって言うんですよね。な、笑いませんから教えてくださいって言いましたら、そしたらね、俺はね、東京でね、軽トラに野菜や果物を積んでね、行商やってんだよって、売り歩いてんだって言うんです。売り歩いてんだって言ったって、それね、1987年の時の話なんです。僕今37歳なんですよ。ですから19年前のことなんで、1987年って言ったらバブル経済真っ只中ですよね。東京はもうみんな儲かりまくって浮かりまくってた、あの時に、なんで26歳の人が仲間と5人で野菜果物の行商軍団って、なんだそれと思ったんです。で、それこそ、なんでそんなやってるんですかって、そんな頭のいい人がって思ったら、
この人本当頭いいんですよ。熊本からね、早稲田大学に現役で行かれたんだそうですけど、でも早稲田あんまりろくに行かずに、学生ベンチャーみたいな形で、お前と同じ、俺は銭が欲しゅうて、銭が欲しゅうて、その当時って。金儲けせにゃんと俺の人生始まらんってそう思うてね、大学なんてろくに行かずにね、商売やり始めたって。そしたら生時間うまくいってね、儲かり始めてね、もう大学辞めて、で会社作って、俺は社長になってって。その時はお前飛ぶ鳥落とす勢いばあえて、もうボンボンうまくいくんだって。だから銭がもう儲かりゃ人も集まってくるって、物も手に入って、小屋になったって、まあ、鼻がくん伸びてきてね、増長し始めたら魔が差してね、んだったらひっくり返らされてねって。で、いつまでも長続きせんでいろんな理由が重なり合うた22の時に俺の会社負債抱えてドーンって倒産したんだって。でもその時にね、人はみんな蜘蛛の子散らすみたいにおらんなったって。俺がね、頭ん中お金に支配されてたから。だから、損得感情人間しか周りに集まっとらんだったって。友達だ、運命共同体だ、同志だって毎晩酒飲んどった場合って。だけどね、親父はねって、学校の教師をしてた人なんだって。だけどね、その、親父が学生の頃、高校生の頃ね、まだ大学に行くって、みんな大学に行くなんていう風潮が全然なかった頃だし、家が貧しいし金がないけね、親父はどうしてもあんたの兄ちゃんに負けんぐらいのね、教師になりたいっていう思いがあったんだって。で、どうしても教育者になりたいと思ってたのに、大学に行く金がないって。で、親に頼み込んだって出てくるもんがないんだからしょうがなかねって。苦学生で一生懸命昼間自分で旋盤工場で働きながらね、夜の夜学に通って、それでね、一生懸命金貯めながら高校に通ってたらしいって。だけどね、高校生が働いたってたかが知れとろうがあって、その時にね、親父こんなことやってたって無理だって大学に行けんってなった時、変な勉強したんだ。職場で、その旋盤工場で。仕事中に怪我をすると労災という保険で金が降りてくるとか、その怪我も、障害が残るような大怪我をすると、国が、まあ、身体障害者というふうな認定をしてくれるような、それぐらいの大怪我をすると、いろんな優遇措置が受けられたりとか、手当とか慰労金とかそういうものがもらえるみたいな勉強をした16、7歳のお父さんね、教師になりたい思いと自分の体の一部を天秤にかけて、何やったかっていうと、誰も見ていない隙を見計らって、左腕を機械の中にバリバリバリって入れたんだそうです。で、まあ、指を3本弾かれたところでバーンって手ごと弾かれて、まあ、指3本失うんですけれども、だからうちの親父片腕の教師なんて言われてたって。だけどね、16、7歳で指3本と引き換えてね、金手に入れて大学に行ったんだって。すごい話だと思わんやって。だけどね、親父大学に行って教師になってってした時、教壇に立って生徒たちと初めて向き合った時、うちの親父には何があったと思うかって言うんです。今のあんたに全くないね。何のためにだよってこう言うんです。あんた、何のために働くんだよ。親父はね、指3本と引き換えてまで、なぜこの役割を手に入れたのかって、生徒たちと向き合いながら教師という職業を通じて自分はどんな人生を歩むべきだろうかっていうね、座標軸、そんな座標軸だけはもう腹の前にびっちりあったと思うよ。座標軸の上にしっかり乗った人生をね、ピリッともブレることなく生きた人だと俺はそう思ったって。それがね、その親父の生き様のね、映し鏡がお葬式という形で見事に表現されてたよってこう言うんです。人はね、どう生きたかが全部葬式に出んだよねって。都会なんか見てみらんかって、もうね、寂しかよって人と人との関わりなんてって、東京だ大阪だって大都会見てみろって。ね、そこそこの会社で課長だ部長だってやってるときは部下もおってお前協力会社だ、お前ね、関わりのある下請けさんとかからみんなからチヤホヤチヤホヤされてるさって。だけど、定年退職を終えて10年経って死んでみらんかって。その時関わってた人たちが、その人のためにどれだけ集まってくると思うって。ね。人生は脳書きとか肩書きじゃないんだよね。心とどれだけ繋がってるかだと思うんだって。俺の親父が死んだその葬式の時にね、何より驚いたのは、過去の教え子たち、もう大人になってるね、過去の教え子たちが、全国からね、聞き寄せて、飛行機まで乗ってね、900何十人集まってきたんだねって。その集まってくる人たちはね、義理で香典を置きに来た。義理でただ線香をあげて香典を置きに来たような人は一人もおらんだったよって。見とれわかったって、みんな涙流しながらね、命を惜しんでね、なんでこの先生がって、ワンワン泣いてるんだみんなって。その姿、息子の俺ね、目の当たりに見たとき、
親父がこの世に生きてた意味とか、親父が先生やりながら生きてた価値とかっていうのがね、もう物の見事に目の当たりにしたって。だけどその過去の教え子さんたちがね、俺の肩くーして揺さぶりながら、あんたん父ちゃんはすごか男だったとか、あんたん父ちゃんに勉強以外のね、こんな大事なことを教わったから俺はね、生きるということを学んだとかね、あんたん父ちゃんに巡り合わなきゃ今の俺はないとかってみんな言いに来るんだって。その時に、俺、父親を失ったという悲しさよりも、この親父の息子に生まれたっていうことをね、誇りに思えるような葬式だったんだよねって、その時にね、指人引き換えてまでね、目標を手に入れながらね、自分の座標軸通りの生き様を生きた、その親父の血や DNA をもらった人間、自分が、会社を潰したぐらいのことがなんぼのもんかと、そう思えるようになって、葬式終わるや否や、俺東京戻ってきて、でね、ひっくり返ってる軽トラを二足三文で譲ってもらって、そして、積んで売って歩けるものは果物か野菜かしかなかったから、だから俺はその時、野菜果物を積んで、行商を22からやり始めて、4年半なんだって、今26でって、そういうんです。俺が野菜の行商をやってるという職業だけを聞いて、お前笑うかよってこう言われた時に、僕ね、焼き鳥屋でしたけど、バンバン泣いたんですよね。もう涙ボロボロ流して泣いたんです。で、まあ、その、葬式の話を聞いてもらい泣きしたんじゃないんですよね。情けなくて泣けてきたんですよね。情けなくて自分とあまりにも違うもの、ことを考えながら生きている人たちがこんな風にいるんだなということを、なんか目の当たりにして情けなくて涙流しました。で、田畑さん僕に言うんです。あんた父ちゃんと母ちゃん生きてんのかって言うから、存命です。今もちゃんと生きてますって言ったら、じゃあ親孝行いっぱいしなきゃねって言うんです。覚えとけよって、親が死ぬときはね、子供にとって最高のタイミングだからって言うんです。いい時か悪い時か、それは別としてね、とにかく子供にとって最高のタイミングにね、親はね、メッセージを残しながら死ぬから、よーく覚えとけよって言われて、もう、ずーんと来たですよね。まあ、その話を僕聞いて泣けてきて、それで思ったです。どんな会社に入るかとか、これ、ウミンチュです。那覇空港で買ったんですけど、何ですかね、どんな職業に就くかとか、どんな会社に入るかの前に、何のために仕事するか考えねえかんなって、で、どんな人間になりたいか考えないかんなと思ったんですよね。してね、いろいろこう話してたら、田畑さんに言うんですよね。だって大人の人もあんまり考えてないよ、みんなって。それで僕、無理やり手繋がれて、外連れ出されていきまして。で、街へもう夜も結構遅い時間で、もう結構3人、5人がこう、お酒飲んで、こう、ええ気分になって歩いてらっしゃるんですよ。昼お勤めしてらっしゃったような方々が。で、その方々に、僕、質問コーナーをやらされたんです。無理やりなんですよ。で、歩いてる人たち、急に、ちょっとすいませんって、こう、立ち止まっていただくんですよね。で、申し訳ないですって、僕、三重県の田舎から出てきた18歳のもう、アンポンタンなんですけどねって、でも人生のことで今すごい悩んでまして、で、申し訳ないんですけど、ちょっとお尋ねしたいことがあるんです、アドバイスしてほしいんですってこう言いました。そしたらね、何言ってんのあんたみたいに、バカにされるんですけど、ちょっと聞いていいですか、先輩方は、何のために働いてるんですかって僕、聞かされたんですよね。したら、その、ね、先輩方、3人、5人の方々が、はぁ？って言うんですよね。いや、毎日だって会社に毎日行ってらっしゃってお仕事なさってるってことはね、何のためにやってるのかって思いがあるからでしょって。そこね、僕分からなくて困ってるんですって。だから何のために働いてるかって教えてもらえませんかって言いましたら、何言ってんだあんたって、そりゃね、あのねって言いながら、あのねばっかりでなかなか言葉出てこないんですみんな。ほんでね、挙句の果てに、あのね、生きるってことは金がいるんだよって言うんですよね。はぁ、あ。だって俺だってさ、女房もいて子供もいてね、育ち盛りになってきてさ、って家のローンも残ってたりなんだかんだで金がかかんだよねって。だからね、現実問題金がかかるんだよってこう言うから、先輩、それは僕も知ってますよって。生きるってことは金がかかるってことは先輩、僕もそれはよく知ってますって。働いて金稼がねえかことは知ってるんです。じゃあ先輩なんですか？あなた金を稼ぐために働いてるんですかってこう言うとね、なわけないだろってこういう怒ってくるんですよね。でしょ？よかったっでしょ？金のためじゃない。その金は必要だということ以外の、あなたの心が躍動するような、命が発動するような、もう空して湧いてくるようなね、抑えきれなくなるぐらいのあなたの情熱、思い、その仕事に対する何のためにですよ。そこを教えてほしいんですって言いましたら、そりゃね、あのねって言いながら、だんだんみんな下向いてきて、誰も答えてくれないんです。僕その後二十何人聞いたんです。だけどね、誰も答えてくれなかったんです。で、その時に、後から田畑さんとまた続き反省会ですよ。
考えとらんのだよ、みんなって。だろうって。何のためになんだよって言うんですよ。はぁ、皆さんちょっと想像したら怖くないです。目の前に素朴そうな高校生がペッと現れて、あなた何のために働いてるんですかって聞かれたら、3、4秒以内に答えられる答えをお持ちでいらっしゃいますか？僕はこれこれのために働いてるんだ。これこれをやることにすごく情熱が湧くんだ。そこに命が発動するんだ。何のために青年中央会という活動をやってるんですかって言われたら、そら俺はこれこれのためにやってんだよって、スパッて何秒かの間に言える答えがあるかどうかだと思うんですよね。それが迷わないということ、揺るがないっていうことだと思うんです。ね。田畑さんとその時いっぱいいろんな話したんです。だけど、全部共通して言えることは、考えてからやらないと意味がないってことですよね。僕、中学校とか高校とか小学校とかいろんな学校関係にもいろんなところ講演に行くんですけど、小学生なんかに聞いてもそうですよ。みんな、何のために勉強やってんのって僕が聞くと、はぁって子供ら言います。そんな、僕ら遊びたいけどさって、お父ちゃんお母ちゃんやれやれ言うからやって全員言いますから。な、先生がやれやれって言うからやって、そんな言われんかったら遊んどきたいんやって言うんです。当たり前ですよね。だけど中にはね、一人二人手を挙げて違うことを言う子がいるんですよ。そしたらね、いや先生僕はお父さんみたいなお医者さんになりたいから勉強してるんだって言うんですよね。だって僕のお父さんすごいんだよって、人の命を助けるような仕事してんのよって、ここでね、すごいね、もうあなたのおかげであなたのおかげでって言って感謝してる患者さんたちがうちのお父さんの周りにいっぱいいるんだって、だから僕お父さんみたいなお医者さんになりたいから、だから医学部っていうところに行かなきゃいけないみたい。だからそこそこ優秀な高校に行かなきゃいけないんだって。だったら小学校レベルの時ぐらいね、学年でトップクラスに追っとかなきゃいけないってお父さん言ってたから、だから僕はお医者さんになるために勉強してるんだって。この子医者になりますよ。だって何のために勉強してるかって落ちてるんですもんね。あの大リーガーのイチローがそうですよね。イチローのあの小学校6年生の時の作文読んだことある人います？あれに全部何のためにが書いてありますもんね。小学校6年ね、鈴木一郎、僕は将来プロ野球選手になりたいって書いてあるんです。入る球団は西武ライオンズか中日ドラゴンズって書いてある。もう決まってるんです。その時いただく契約金は1億円以上もらいますって書いてあるんです。もうすごいですよ。1億円もらうって決まってるんです。だけど、このもらった1億円の使い道書いてあるんですよ。お世話になってるお父さんお母さんや監督やコーチが友達みんな東京に連れて行って、夜景が見えるような一流のホテルのレストランで、食べきれないような分厚いステーキをみんなにご馳走するんだ。そして子供の頃からみんなね、いろいろ教えてくれてありがとうねってお礼言うんだって書いてあるんです。何のためにでしょ。で、だから、プロ野球の方々からスカウトされるために、甲子園も行かなきゃいけないし、だからせめて何々高校に行かなきゃ。だから、小学校の今、目立つぐらいのセンスで、夜景が見えるような一流のホテルのレストランで、食べきれないような分厚いステーキをみんなにご馳走するんだ。そして子供の頃からみんなね、いろいろ教えてくれてありがとうねって、お礼言うんだって書いてあるんです。何のためにでしょ。で、だから、プロ野球の方々からスカウトされるために甲子園も行かなきゃいけないし、だからせめて何々高校に行かなきゃ。だから小学校の今、目立つぐらいのセンスで選手でいてなきゃいけないって、だから朝と夜やらなきゃいけない素振りを休むことができないんだって書いてあるんです。今日の素振りを何のためにするかがもう未来から引き算されて落ちてきてるんですよね。だからこの300回の素振りの一発一発が全部頭と連動してるんです。何のためにやったのか、何のためにやったのか。プロ野球選手になって1億円もらってステーキをみんなにご馳走するんだって全部繋がってるんですよね。だから思った通りになってるんだと思うんです。で、大学生だってみんなそうですよ。何のためにそんなに勉強するのって言ったらね、大学に行きたいから目標を言うんです。例えば、早稲田大学に行きたい。これ目標です。じゃあ、早稲田大学は何のために行くのって聞くとね、え？って答えないですよね。もう大学に行きたいが目標で、何のために行くのかが目的ですよね。で、一流企業に勤めたいは目標ですよ。じゃあ、何のためにその一流企業じゃなきゃダメなのって言うと、その何のためにの目的があんまりないんです。だけど、本当はその会社に入って、なくちゃならない人間でいて、みんなから当てにされて、お客さんからも当てにされて、なくちゃならない人間になって、そして幸せになることが本当の目的だと思うんですけど、入り口ばっかりで終わってることが多いような、そういうことを僕、田畑さんに教えてもらって、もうスイッチオンですよね。それ聞いたときに、確かに今までそうだって、ずっと比較の世界で生きてきたな。ほんで僕その田畑さん見てて、
どんな会社に入るかよりもどんな人間になるかだ。僕がこんな人間になれたらなって田畑さん見た時にもう心底かっこいいと思いまして、でこの行商軍団に僕は入れてもらうことになったんです。ついていきました。そしたら田畑さん、まあ僕が混ざって結局合計6人で行商軍団ってやってたんです。軽トラが3台止まってるですね、車庫の2階でみんな生活しながら、何ですか、売り歩くんですけれども、だけど田畑さん、僕らに最初の頃からいつも言ってたんですけど、お前たちは人間力を鍛えるんだってこう言うんです。人間力を鍛えなさい。で、そのハウツーじゃないんだよ、ノウハウじゃないんだ、テクニックじゃないんだって、人間はね、やっぱりその人間が何のためにやろうとしてるのかっていうね、情熱に人はついてくる。でね、その情熱から人は物を買いたくなってくる。だからね、世の中今全部ハウツーとテクニックに流されすぎてる。元来その人間が根本に持ってる何のためにっていうね、そこをしっかり認識した上で人間力を持つことなんだって言われて、でまあ行商して売り歩いて帰ってきたりすると、その夜毎日毎日のようにこう勉強会があるんですよ。勉強会が、まあ田畑さん一人が先生になって、僕らアンボタン5人が輪になってですね、で猿でもわかる勉強会とかって言ってこうやるんですけど、まあ僕はまあ高校卒業してましたから、まだまだまともな方でしたけど、少年やがりっていう人もおりましたしね、中には学校の校舎に火つけて逃げてきたみたいな、そんななんか放火魔みたいな連中もおったりとかですね、もうとにかくまあ共通して言えるのは、まあまともに父ちゃん母ちゃんの元には帰れませんという連中ばっかりだったんですけど、でそんな僕らに毎日歴史の話聞かせてくれるんです。歴史の話で、その歴史の話は僕らが学校で習った歴史とは全然違います。学校で習った歴史はくだらなかったんですよね。僕はくだらなかったと思うんです。いい国作ろう、鎌倉幕府、源頼朝と覚えさせられるような歴史です。まあ要は、答案用紙に書かにえかんキーワードは1192年という年号か、源頼朝という人物名か、鎌倉幕府を開くという出来事名か、これを書けば丸がもらえただけですよ。だから僕、歴史の点数がいい友達を見て、あんた歴史が詳しいねじゃなかったと思うんです。記憶力がいいねだったと思うんですね。だけど、何年に誰が何したかは意味がないと思うんです。僕が田畑さんに教えてもらった歴史は、誰が何のために命をかけて、歴史を作ってきたのかっていう、その何のためにっていう思いですよね。でそれを教えてもらった。だってね、源頼朝が何のために鎌倉幕府を開いたかは僕ら先生から聞いたことないですよ。ね、太閤秀吉が何のために織田信長のわざわらぞりをこの懐に温めながら天下人を志したかは聞いたことがないですよね。だけど何年に刀狩りをやったかとか、何年にね、比叡山焼き打ちしたかとかって、そんなことは別に年号を覚えたって意味ないですよね。だけど田畑さんはいつも、今日はね、西郷南州の話をしてやる、今日は西郷隆盛の話をしてやるとかね、今日はね、坂本龍馬の話してやる、坂本龍馬ってねって言ってね、ガキの頃から子供の頃からの話をね、もう映像で思い浮かぶみたいに話してくれるんです。ここでね、彼はこんな風に迷ったんだよって、だけど剣術修行に行った時にね、黒船を見て、坂本龍馬はお前腹ん底からびっくりした場合って、海の向こうには国があるって、海の向こうには私別の国があるって、なんだそれはって思ったって、でそんなね話いっぱい聞かせてもらって、そしてだけどその脱藩をするときにお姉ちゃんの命と引き換えてまで、自分が何のために脱藩をせねえならんだったか、坂本龍馬の何のためで、薩長同盟を何のために坂本龍馬はせねえならんだったか、毎日命狙われながらって、その何のためにの話ばっかりです。熱くなるんです、聞いてると。でねえ、だってそれこそ吉田松陰は何のためにね、松下村塾を作り、何のために獄中で書物を残し、で、30の若さでね、東京の武蔵野で腹切るわけですよね、国賊扱いされて。だけど、その時の話、僕今でもよく覚えてるんですけど、ね、吉田松陰が東京武蔵野で腹を30歳で切らねえならんとなった時、自制の句を述べたって、大声張り上げて読んだんとって。ね、書けよって僕ら書かされたですけど、三輪たとえ、武蔵の延べに口ぬとも、とどめおかまし、大和だましって呼んだんだって。30の若さでね、この三輪たとえ、東京武蔵野のこののっぱらで口でなくなってしまったとしてもって、とどめおかまして、もうあんたたち徳川には止められんよって、もう大和だましに火がついたって、みんなが新しい世の中を作ろうと火がついた。もう止められんよって、大声張り上げて腹かっきって死んだって。だけど塀の外にね、亡き先生のね、亡きがらを迎えに来ねえならんだった、
桂小五郎だ、日下源随だ、伊藤俊介だ、高杉晋作たちは、そのね、時世の句、塀の外で聞いて、どがしこ心が震えたと思うかって。どれだけ魂が揺さぶられたと思うかって。お金いくらくれるから働きましょうかじゃないよって。この亡き先生、三十の若さで腹切るが切るがの直前に、ここまで自分の生き様を通して腹切ったこの人の思いを、俺たちは命に代えてでも明治維新をやるんだ。そう受け継いだんだよね。その思いが坂本龍馬にも乗り移り、勝海舟にもみんなに乗り移っていって、そして無血革命を起こしたんだよねって。その時に、銭金で人が誰か動いたんかって言うんです。情熱だよって。人間の情熱なんだよって。それぐらい、ただやる気で体を動かすんじゃない。本気になってやった時、人の心って動かすことができるんだって。俺たちのね、先輩たちはみんなそうやって歴史を作ってきたのに、この世の中見てみらんかって、みんな銭金の勝負じゃねえか。損か得かの判断基準でみんな生きとらせんかって。どう思うって言われて、僕ら涙流しながらその話聞いたですもんね。確かにそうかもしれんな。だからお前たち人間力なんだよ。だからみんな銭金だからどこかで求めてる。アイデンティティが残ってるはずだから。だからせめてお前たちは人間力で生きるんだよってこう言われて、もう熱くなりましたよね。だから、その歴史の話だけじゃなく、例えばね、本田総一郎さんとか、松下幸之助さんなんかの話も聞かせてくれ。松下さんだってそうですよね。だって僕らはまだ軽トラがありましたけど、松下さんはね、二股ソケット開発する、したったってリアカーに積んで営業を待っとったんでしょ。小学校も出るか出ないか、俺たちより学歴がなかったよ。で、体もちっちゃうて、お前おまけに病気がちでって。そん人がなんでたった一代でね、世界股にかけるほどの松下グループ作ったんか。松下さん、本屋に行ってね、ビジネス書コーナーでテクニック本読んどったか、ハウツー本読んどったか、部下の動かし方、ね、顧客満足の方法なんて読んどったか、読んどらんて。あん人の小さなあの体から滲み出てるね、本気の人間力が出とったって。その松下さんは見越しに担がねえななんて、この人をね、見越しに乗せにあって、みんなが本気になった時に力が動き出したんだよねって。だけど、世の中便利になったってね、人間力には勝てんばいって、毎日そんな話だったんです。だから僕らは将来事業家になって、そして金は稼げ、だけど意味のある出口を持って使えって、そして役に立つ人間になれっていうことをもう耳にタコができるほど毎日言われてまして、そして僕らが人間力を鍛えるためにということで、まあ最近になって僕がまとめたんですけど、田畑さんは日々の行動だって、日々の行動なんだって、その今の積み重ねなんだって、もうそればっかりなんですよね。その遠くのかっこいいことは言わなくていい、今の積み重ねだって、そう言われて、僕らはすごくスパルタでしたけども、随分鍛えられたんですね。で、それが、どんなのかって言いますと、僕、幼少、焼き鳥屋で知り合って、田畑さんと後ろの後ろをついて、みんなが寝泊まりをしているところに行ったんです。だから軽トラが3台泊まってる車庫の2階でみんな生活してたんです。僕もそこに行ったんです。ただ6畳間が2間ありまして、それ続き間なんです。で、そこで6人生活、12畳で6人やから1人割り当て2畳なんですよね。で、まあ車庫の2階なんでキッチンもありません、風呂もありません、そんなところでみんな生活するんですけど、だけど紙が貼ってありまして、それで僕一番最初に田畑さんに与えられた仕事っていうのはね、返事をすることだったんです。お前の仕事はね、返事をすることだ。だって、俺に弟子入りしたいって言うんだろ。で、俺から何かを学びたいって言うんだろ。だったらね、俺から何か言われた時にお前ね、0.2 秒で返事しろって言われたんです。ね。人間はみんなそうだよ。はいっていう素直な返事する前にね、一旦ね、損か得かのね、そろばんを頭の中で弾く癖がある。それをやることは自分にとって得なことか損なことかっていう、そろばんを弾く癖がある。でもそろばんを弾いてるとね、相手にバレるんだよってこう言われたんです。そしてもっともっと愚かなことは、何もできないくせに返事をする前に、だけどこれが僕の理想なんですよね、僕はこうこうって思ってたんですよねって、返事する前に理想とか都合を喋るやつ、これが最も愚かなことだってそう言われたんです。だからお前の仕事はね、 0.2 秒の返事、間髪入れずに返事せ、そしてね、俺から言われることはみんな受け入れろ、素直にって、受け入れなきゃ始まらんから、自分のことを言うようじゃ成長せんからって、変わらんからってこういう、だって弟子にするってことはそういうことだから、お前の仕事は 0.2 秒の返事って言われたんだ。はあ、まあ返事ぐらいは子供の頃から返事せえ返事せえ言われてたから、それぐらいのことは入って言えばいいんだもんなと思ってたんです。だけど、
その部屋にね、たどり着いて2階のところで、こう、紙が貼ってあるんです、その6畳2間の部屋に。で、そこに金曜日は風呂日って書いてあるんですよね。文字が書いてある。意味がわからなかったんです。なんだそれ、金曜日は風呂日ってこう思ったんです。したら田畑さん言うんです。俺たちはね、風呂週に一遍しか入らないんだってこう言うんです。って浮きだ。だから金曜日にみんなね、銭湯に行くんだよって。だから金曜日に銭湯入ってる間にみんなコインランドリーで洗濯してね、そうやってやってんだって。だから金曜日は風呂日って、ってそう言ったんです。だから僕その時に、って言ってしまった。僕昨日までもね、土木作業員ってやりながらでもね、貧乏してたけど、それでも風呂ぐらいは一日一遍入ってましたけどねっていらんこと言ったんです。そう言った瞬間にバシーって村々掴まれたんですよね。じゃあ出て行けって言われたんです。お前毎日風呂入らねえ気が済まんとだったら出ていかんかいって怒られた。ね、風呂ごときがなんぼのもんなんかお前って。死にゃせんからって言われたんですよね。一週間に一遍でも死にゃせんって。体すきっこしとったらいいんだって。お前ね、だけどね、毎日毎日清潔にしとかなきゃ、不潔だったら女の子に嫌われるし、なんとかだし、ここだし、あこだし、だろお前って。そうやって都合を言うんだったらね、もう出ていけって言われた。風呂ごときでって、僕ね、それだけのことで3時間ぐらい怒られたんです、その後。そこで週に一遍しか風呂入らんって言われた時に、そうですか、わかりました。って言っときゃいいじゃねえか。死にゃせんのだからって。それが弟子入りするっていうことだよって言われたんです。ごちゃごちゃ都合言うんだったら出ていけって怒りまくられて。お前の仕事は返事って。いらんこと考えんでよかって、お前の仕事は返事だって言われて。はいってすいませんって言いながら、そこでの生活始まったんですけど、翌日、軽トラに三台軽トラありましてね、二人ずつ乗り分けて市場仕入れに行くんです。で市場仕入れ行ったタワさん帽子かぶって仕入れてくる。で若い衆軽トラ積み込む。さあこれから三方向売りに行くぞってなった時に、ユニフォームがあるんですよ。なんか熊本の青年団のハッピーみたいなユニフォームがありまして、そのハッピーみんなで来ましてですね、頭鉢巻き巻いて。で、またその軽トラがですね、こう、真正面から見ると半分はペンキで真っ赤に塗ってあるんですよ。だから紅白なんですよね。だからお客さんから見ると、あら、行きは白かったのに帰り赤くなったって、ただそれだけのことなんですけど、赤白に塗り分けられた軽トラの、まあ周りにはペンキで、青年野菜行商軍団とか、なんか歌って踊る野菜売りとか、なんかわけのわからんことがいっぱい書いてあるんですけど、そういうド派手な軽トラに、ハッピー姿で鉢巻き巻いて、みんな売りに行くって。で、その時に僕、まあみんなやるからね、ハッピー着て鉢巻き巻いたんですけど、田畑さんそこで僕に、罠を仕掛けてくるんです、罠を。返事ができるかどうかなんです。で、これ別に意味ないんですけどね、僕がはいって言えるかどうかを試すんです。中村、お前は商品知識がまるでないんだから、だからね、俺と一緒に売り子さんやろうと思ったって売れんって言うんですね。売り子はできん。説明ができんとだから。だから、お前ね、今日はね、もうみんなにね、笑ってもらったりね、人が集まってくるように、お前今日は看板役してもらおうかね。だから目立たねえならんしね、笑ってもらわねえならんしね、とかって、そんな芝居打ちながらね、今仕入れたお野菜の中からまっすぐそうなキュウリ2本持ってきましてね。僕、鉢巻きして8匹来てるところを見てね、キュウリ立てろって言ってきたんですよね、その時。鉢巻き巻いてるここへ。はぁって。嘘でしょって、そんな、何ですかそれ、キュウリ立てろなんてって言った瞬間ですよ。バシャーってムラムラ掴まれるんです。返事はどこに行ったんかって言われたんです。キュウリ立てろって言われた瞬間に、お前都合考えたろうが、こんなん立ててどうなんだろう。こうだろうか、ああだろうか、なんだろうかって、お前考えたろう今って言うんです。返事 0.2 秒っていうのはそういうことじゃないんだよ。キュウリ立てろって言われたら、わかりました。なんか意味があるんでしょう。そう思いながら、はいっていうことじゃなかったか。俺お前に昨日からその話ばっかりしてるよね。キュウリ立てるくらいのことはガキでもできるって。何言ってんだお前って言われて。もう怒りまくられたんです。ほんで軽トラ横乗せられてずーっと運転しながら、僕助手席で話ずっと聞かされながら行ったんですけど、その軽トラの中もうキュウリ立ててるんですよ、8匹で。だけどね、その軽トラの中でまた聞かされた話が目から鱗だったんですよね。お前みたいな夢もない、目標もない、やりたいこともないって、それ自慢みたいに言ってるお前にはね、ぴったりの生き方があるんだって教えてくれたんです。ね、夢のある人はね、ほら夢があるってこと素晴らしいことださって。だけどね、夢がないからってお前悲観せんでいいんだって。夢のない奴はね、人を喜ばせて生きていくといいんだよ。俺ね、お前に教えてやる。いいかって、返事一つで人生が変わるんだよってこう言うんです。だってお前ね、全然知らないどっかの会社に入れてもらって新入社員初日からでもそうだよ。返事一つで上司の心わしづかみぞって。同僚たちは上司から何か言われたらね、損か得かで物考えてるのに、お前一人ね、はい。あえて 0.2 秒で返事してみろって。お前それだけで上司はお前の、なんだお前のその返事の良さはって言ってね、びっくりするぞって。そして僕たちには、二つ目の行動哲学があったんです。頼まれ事は試され事っていうルールがあったんです。
要は頼まれるということは試されてるっていうことだって。普通の人はみんなね、頼まれるということはめんどくさいこと、鬱陶しいこと、なんでそんなこと俺に言うのかなっていうふうに受け止める人が大半だって。だけどね、お前みたいなバカは、頼まれるっちことはね、俺にできると思ってあんた言ってんでしょ。何時間でやると思ってんの？どんだけの量やると思ってんの？あんたびっくりさせてやるから待っとけよって、そう思いながらね、夜なべしてでも人の力借りてでもいいから頼んだ人間を驚かすような結果を出そうと体を動かしてみろって。それが頼まれごとの引き受け方だっていうふうに。人生は頼まれごとが作っていくとまで言われたですよね。で、だからそのね、どっかの会社入って 0.2 秒で返事して上司がびっくりする。お前返事いいねって言われた時に、僕らの中ではね、流行り言葉があったんですけどね、その時に言ってやれ、その流行り言葉、上司に向かって、いえ、そんなんだって、僕はこの会社に入れていただいて、これから辛いこともしんどいことも乗り越えて成長させてもらうんでしょ。あなたからいろんなことを経験させてもらうんでしょ。僕はあなたに対してノーというセリフはないですよって。だって何言われたって経験積んで成長じゃないですか。僕はあなたに対してノーというセリフはない。だから何言われても全部引き受けて、全部あなたの予測を上回ろうと頑張らさせてもらうから、何でも言ってください。それが修行だと思ってますから。お前そう言った瞬間に上司の心、わしづかみだよね。他の同僚たちとはわけ違うよね。してね、人の予測を上回る結果出して頑張ろうとその体を動かしていくうちに、お前じゃなきゃ、お前じゃなきゃって、名指しされる回数がどんどん増えてくる。名指しされる回数がどんどん増えてくると、やがて中村文明さん、あなたにしかできないんだって言ってね、お前にしかできない役割が与えられるようになるって。夢のない奴はね、人を喜ばせながら役割を手に入れろって、軽トラの中で僕これ言われたんです。目から鱗でしたね。初めてですよ。お前、まだやりたいことがないんか。何にも考えてないんだなってずっと言われてたんですよね。お前夢もないんか、どんな人間になりたいとかも考えてないんかってずーっと夢がないこと、目標がないことはダメなことって教わりましたけど、初めてでした。夢目標がないんだったら人を喜ばせろ。人の予測を上回る生き方をしろ。そしたらね、お前の役割が手に入るって。僕その時ね、本当に嬉しかったです。それなら僕でもできる。そう思って感心しまくりながら、軽トラの中で目から鱗落としながら、たどり着いたマンモス団地ですよ。アパート、マンションいっぱい建ってる、そのね、公園みたいなど真ん中の目立つところを軽トラ止めて。そしたらもう、音楽ガンガンかけるんですよ、スピーカーで。どんどん音楽かけて、で、いらっしゃいませ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 、ガラガラ言いながらこうアナウンスするんですよ。そうすると団地のお母さん方窓開けて手振ってくる人がいて、さあさあお客さん来るぞ、つって僕ら外出て、こう回転準備整えて。そうしたと思ったら、タバスさん、まあ僕その時はもう八分後キュウリ立ててるんですけど、だけど、お前ちょっとこっち来んかって、せっかくキュウリまで立ててるんだからこっち来いって言われて、ああ、そうだったそうだった、なんでしょうって言いましたら、お前ね、人集めせねえならんけ、ちょっとこの、軽トラのね、運転席の屋根の上に上がれって僕に言うんですよね。え？ってまた言ってしまうんですよ。え？上がれってこの格好でですかって言った瞬間にもう、左手準備整ってますから、田畑さん。バーン、ムラムラですよね。もう返事ができないこと分かってるから、バシーン、まだムラムラ掴まれて。返事 0.2 秒はどうしたい？そうやって、また都合を言うんだよ。上がってどうなるんだろう。上がって何があるんだろうって。お前自分の都合を考えただろうが。ね。返事 0.2 秒はどうした？今の今まで何の話をしながらここまで来たか。ガキの頃から返事が大切って言って分かってたってね。できなきゃ意味がないんだよ。これから楽しみにしとけよ。お前すり込んでいってやるから楽しみにしとけって言われた。なんだこの人はですよね。で、すいませんって謝りながら僕バタバタバタって屋根の上上がったんです。屋根の上上がったってことはなんかさせられるわけですよね。しゃがみ込んで何なのと思って、で、何すりゃいいんですかって下にいる田畑さんに向かって言いましたら、お前ね、客集めせねえならんばい、今日は今からここで。ね。お前ね、団地の皆さん方がね、今日はあそこで何があるんだろう、なんかお祭りか縁日でもあるのかなってね、なんかみんながワクワクするみたいに集まってきたくなるぐらい、楽しそうな雰囲気を、そんな楽しそうな思いを醸し出すようなね、踊りをちょっとお前そこで踊ってね、人集めせってこう言ってきたんです。僕まさかね、踊れって言われるとは思ってなかったんです。だけど、今度は何を言われても絶対返事しようと思ってたんです、屋根の上で。だからね、もう、入って言える口の格好まで作っておいてですね、何言われても絶対 0.2 秒の返事してやろうと決めてたのに、踊れって言われて、はいが言えないですよね。言ったらやらねえかもわけですから。で、はいが言えずにガッ、うなだれて、で、もうこの人についていけんなと思ったですよね。そして、ちょっと泣き言を言ったんです。
勘弁してくださいって、だって僕ついこの間まで高校生だったんですよって、そんなんやったこともありませんし、恥ずかしいじゃないですかって、人も今見てるし、そば通る車こっち見てるじゃないですかって、勘弁してくださいよ、踊れだなんてって言いながら屋根の上から降りていこうとしたら、足持ってガラガラって引きずり下ろされたんです。引きずり下ろされたと思ったら、バカーって一発ね、思いっきりビンタ食らわされたんです。僕飛んでったんですよね。もうそこ、もうそこ細かったんです。今随分超えましたけど、当時すごい細くて、飛んでいきまして。胸ぐらつかまれて、ここまで顔近づけられて、たった一言ですよ。じゃあもう三重帰れ、三重県に帰れって。お前口先ばっかりで何をやらないじゃないか。もういいって、帰れってこう言うんです。ね、わかったろって。思ってることと体はね、ついてかんちゅうことがわかったろって。体動かさないと未来は目の前の景色が変わらんのだよって言われて。だけど俺はお前にね、できませんことをやれって言ったわけじゃないって言うんですよね。俺はお前にね、ろくに学校も行っとらんだって人間に難しい数学問題、英語の問題を解けっちゅんだったらそら無理な話って。だけど俺がお前にやれって言った話は考えてもみ、ちょっと踊ってごらんって言っただけだ。そんなもんね、保育園に行ってる子供でもやるよ。タンバリン持って鈴持ってね、笑顔で踊るって。保育園の子供が。保育園の子供にできて18のお前になんでできんか、わかるかって。お前が決めてるんだよ。できないっていうふうに。説明してたから俺が教えてやる。いいか、お前こう言ったよね。ついこの間まで高校生だったからできませんか？やったことがないからできないんか？ね、恥ずかしいからできないんか？人が見てるからできません。そばを車が通るからできません。中村、覚えとけ。お前にできないんじゃないんだよ。お前はね、できない理由を説明する名人なんだよって言われたんです。人間はね、やれることは山ほどあんだよ。だけどね、できない理由を説明する天才ばっかりだってことなんだって、こう言われたんです。人間はみんな夢がある。何年先にこういう人生にしたい。何年先にこうありたい、こうなりたい。みんな思ってる。だけど思った通りにならない人の方が多いんだ。その思った通りにならない理由の筆頭はね、不景気だからじゃないんだよ。生まれたうちが貧乏だからじゃないんだ。腕が片腕だからじゃないんだ。できない理由を喋るからできなくなるんだって。こう言ったです。ね。悪魔の言葉、でもってつけるやつはみんなそうさ。でも不景気だしさ。でも、俺んち貧乏だし、こうだし、ああだし。でも、俺は片腕しかないから、なんだし、こうだしってね。でもってつけて話するやつは、みんなできない理由を説明する。だけどね、同じ状況でも夢叶えるやつは腐るほどおる。その人たちは、でもって言わんて。こそって言うんだよって。不景気だからこそって。片腕しかないからこそって。貧乏なうちに生まれたからこそって言ってね。だからこそできることを探して今動いている人間が未来を変えていくんだよ、少しずつ。ね。その考え方の日々の積み重ねって。学歴が人生を作るんじゃないよって。資格が人生作るんじゃないって。日々日常なんやって。今の積み重ねだって。ボロカス言われたんです、その時に。で、もうね、ボロカス、そしてお前はもう一つ口癖があるって。お前はね、そのうちって昨日から言いすぎるって言われたんです。ね、人間は今できることは山ほどある。お前そのうち、ね、お金が貯まったら、そのうち、ゆとりができたら、そのうちってね、今を楽して先送りする。これがダメって言われたんです。だから僕らの4つの行動哲学の1つは 0.2 秒の返事なんです。そして、頼まれ事は試され事なんです。あなたを驚かせてやりましょうです。で、3つ目ができない理由を、田畑さんの前で口に出しちゃいけなかったんです。できない理由を言っちゃいけなかった。そして、そのうちって言っちゃいけなかったんです。今できることを無理やり探してやらなきゃいけなかった。ただこれだけのことだったんです。ただこれだけのことだったんです。だけど、できないんですよね。できないんです。なかなかこれができないんですよ。で、その踊れなくてって言った時も、ボロカス、ボロカス言われて、ボロカス言われて、その時。でもね、そこまで言わんでいいでしょっていうぐらい、田畑さんという人はボロカス言ってくるんです。追い詰められて、追い詰められて、追い詰められて、三重県人はお釜ばっかりかとかまで言われるんですよね。お前九州来てみらんかって、お前みたいななんか鼻くそがつまない男がおらんばいとか、めちゃくちゃ言われるんですよね。で、もう追い詰められて追い詰め、だんだん腹立ってくるんです。だんだん腹立ってくるぐらいまで言われて、挙句の果てに人間って、追い詰められた究極まで行くと人間ってある才能を発揮する瞬間が訪れるんですよね。わかりました。やればいいんでしょっていう瞬間なんですよね。いわゆる開き直るっちゅう瞬間ですよ。人間ね、開き直ってさえしまえば、大概のことできますもんね。そう思いません？
ね、開き直るまでがですよ、ややこしいのは。できない理由が頭の中をこう駆け巡るんです。勝手に枠を作りながら、俺はこうだし、ああだし、なんとかだし、こうだしって、つい言ってしまって枠の中で物を考えるのは、開き直る手前までですよね。でも一旦開き直ったら閉めたもんですよね。ね、やればいいんでしょうが、うん、やればいいんだって、やってみろ、そしたらって言われてね、わかりました。僕はオカマじゃないですから、つってね、屋根の上上がっていって、その代わり上手には踊れませんけどねって、半分、ふてくされたような顔しながらね、踊り始めたら泣けてきたですよね。おかんの顔も思い浮かんできますしね。泣けてきてこうやってタコみたいにして踊っとったんですよ。そしたら田畑さん僕の視界に入るところに移動していってなんか笑ってるんです。な、中村。できただろうって言ってくるんですよね。なんだこの人だと思いながらこう踊ってましたら、まだ言ってくるんです。お前辛いだろうって。恥ずかしいだろうって。だけどね、約束一つしてやるって。今どんなに恥ずかしくっても、どんなに辛くってもね、一ヶ月以内にはね、踊るぐらいのことは慣れるからって言われたですよね。僕名台詞だなと今でも思ってるんですけど、慣れるんですよね。これまた人間はもう美容師の修行でも飲食の修行でも何でもそうでしょう。辛いことは必ずあるんですけれども、みんな慣れるんですよね。で、慣れた後から振り返りゃ辛かった話は全部ネタですもんね。だからよく言われたんです。お前たちネタ作りやってんだ。ネタ作りやってんだ。人のやらないことせにゃって。やらないことせにゃって。まあよく言われたんですよね。だけど、田畑さんの前で僕らはもうできない理由は言えないですし、そのうちは言えないですし、返事は 0.2 秒ですから、もうね、なんせこう、ジュース一本買ってこいって言われたってそうなんですよ。ジュース一本買ってこいって言われたって。田畑さんのたまたま友達が遊びに来られてて、で、喉乾いたき、中村2本ジュース買ってこいって言われて、わかりましたって。で、200円、ジュース、200円金渡されて、何でもいいんですかあったら何でもいいよって言われて、わかりました。じゃあ、買ってきます。夏の暑い日だったんですよ。で、自販機結構遠くて、で、僕歩いて買いに行って、ジュース買って帰ってきたら、田畑さん仁王立ちしてるんですよね。本当は2階にいるはずなのに、1階まで降りてきて仁王立ちしてるから、なんで降りてきてんのかなと思って、あ、すいませんって、ジュース、って渡そうと思ったら、バーン殴られるんですよね。ほでね、僕、いや、頼まれた用事を頼まれた通りにやっただけなのに、なんで殴られねえかんのって思ったんですけど、だけど、ジュース受け取りながら、田畑さん、お前、200円握らされた瞬間にね、試されてると思わなかったんかって言うんですよね。お前がね、買いに行く姿を、ほら、2階の窓から見よった場合って、暑いからって日陰寄りながら歩きよったね、お前って。ね、俺の前じゃ吸うことのできんタバコ火つけてね、ぷかぷか煙吐きながら歩きよったね。あれ仕事やってる姿じゃないよ。休憩してる姿だよね。ね、どこで気づくかねと思いながら見てたけど、お前最後まで歩いてたよね。俺がお前に頼んだのはね、ジュースを買いに行くことじゃないんだよ。俺の友人を喜ばせるチャンスをお前にあげたつもりでいたんだよってこう言うんです。俺がもしお前の立場なら、もし分かってる人間だったら、200円握らされた瞬間に、あんたら二人俺を試してるんだな。よーし、びっくりさせてやるって、そう思って、炎天下だからこそさって、ダッシュで走って買いに行きゃ汗吹き出すわねって。で、だらだら汗かきながら、片手ぜいぜい息しながら、お待たせしましたって帰ってきてみろよって。俺らの友達はびっくりするぞって。ありがとう。悪かったね、暑い中って。社交辞令みたいな礼じゃすまんよって。ね。お前歩いて帰って歩いて戻ってきたぐらいなら社交辞令のお礼だけ言われて一晩経ったらお前がジュース買いに行ったことなんか忘れるって。だけど汗たくになって片手息しながら喋れん勢いで帰ってきてみって。お前俺の友人びっくりしてね、カンカチ抜き出してね、お前何年だよそんなに走ってって言ってくっとって。その時にね、お前バカじゃないかこんな走ってって言われた時に、僕の仕事はジュースを買いに行くことじゃないんです。あなたの予測を上回ることが僕の仕事なんです。社長からいつもそう教えられてますから、1秒でも早く飲んでもらえるようにって、体を動かすのが若い側の人間のやることなんだっていつも教えられてますからって、そう言ってごらんって、心の奥の方にね、お前という存在がバシって残るよね。2年経ったって忘れんと思うよ。人に何十人って喋ると思うよ。そして一生懸命やってる人間のことをね、人は応援したくなってくる。ね、人を喜ばそうと思って体を動かしてるとね、人と情報が集まってくるんだ。人を感動させんだ。ジュースだからバカにしたんか。たかだか100円の飲み物だからバカにしたんか、お前。100円のジュースを舐めるんじゃないって怒られたんですよね。小一時間説教食らわされたんです。もうそんなんされてると、もういつもね、こう、
構えとらんでいかないんですよね。ここ気を抜く隙がないんですよ、本当に。だからね、だけどバカなんですよね、僕。ぼーっとするときがあるんです。ぼーっとしてるとき。で、ぼーっとしてるとあの人はそれを見透かしてですね、セブンイレブンでおにぎり買えるだけ買ってこいとか1000円は出されて、ぼーっとしてると返事だけしといて歩いてしまうんですよね。バカですよ。で、20歩、30歩、40歩歩いたあたりで、はぁって僕気づいたときあったんです。しまったと思ってね、歩いてると思って気づいて、うわーと思いながらパッて振り返ったら、田畑さん、電柱の陰から見てましたからね、その時。そこで目を合った瞬間に、にぃって笑うんですよ。ほんでね、よかったね、お前そこで気づいてですよね。あのまま気づかんで僕、セブンイレブンまで歩いたら、またドーンですよね。もう7回、8回、これ繰り返されていくうちに、この5人の若いスタッフたちは全員ね、田畑さんから何か言われると、はい。はいって言いながら、ニヤニヤするようになるんです。なんだ笑い分。何ニヤニヤしとんかって言われたらね、社長、バレてます。予測は回ればいいんですよね。もう罠には引っかかりませんよって言いながら、はい、それを、いついつ、はいはい、わかりました。わかりました。了解です。って、引き受ける。田畑さんいなくなる。びっくりさせるからね、あんたって。そう思いながら5人が、肩叩き合いながら、誰の口からもできない理由を言う奴はいないですよ、スタッフが。できない理由言う奴はいません。むしろ肩叩き合いながら、今できること探せ、今できること探せですよね。見てるよ、どこかからって言いながらね、今できること探せって無理やり今できることを探して、今すぐ体を動かすんです。そして、社長、びっくりさせるからねって、そう思いながら体を動かす。365日24時間、これをやったら、会社は確実に利益が出ますよね。そして、それをやってる人間たちは確実に人間として育ちますよね。それを田畑さんから教えてもらったんです。だけど僕今、頼まれ事は試され事。だから7年、8年前に講演をやれって言われた時に、そんな行商やったようなドタバタ惨劇の話を、どの経営者に向かって喋るんですかって思ったですけど、だけど講演をやれって言われた時に、あ、試されてるな、思ったです。ここで断っちゃいかん。喋るのが僕、喋るの得意じゃなかったんです、昔は。人前でこんな喋るのなんか得意じゃなかったですよ。でもうね、足ガタガタ震える方だったですよ。で、手にベタベタ汗かく人間だったんです。だけど、できない理由を言ってて、その講演を断ってたとしたら、喋ることが苦手をずっと背負いながら生きていかなきゃいけないですよね。あ、ここで自分の枠から飛び出さねえかん。いつもの今までやってきた通りに、頼まれ事は試され事を分かりました。やらせてもらいます。でもやる以上、もし失敗したときは、一緒に頭地面に擦りつけて謝るのを手伝ってくださいねって主催者に言ったですよね。だけど、やる以上、あんたびっくりさせてやる。お客さんもびっくりさせてやるって、そう思いながら、やれる目いっぱいのことやろうと思って、汗だらだらかきながら、目、身振り手振りで話して、やったです。そしたら、受けて。受けた皆さん方からまた呼ばれて、人に話が伝わって、誰も僕をプロデュースしたわけじゃないですけど、どん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 カセットテープか CD 化がどん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 日本中に旅をするようになって、7年経った去年は全国307公演やったんですよね。家に帰れないんですよ、今。今も21泊22日の今8日目なんですよね、実は。短い方なんです。去年の最高記録は39泊40日です。明日僕、旭川に行くんですよね。旭川ですよ。マイナス15度ですって。もう嫌になりますよね。だけど、沖縄に来る前は東京でした。東京に来る前は、宮崎でした。宮崎の前が大阪。大阪の前は秋田です。毎日のように飛行機乗りながら。でも僕、スケジュールさえ空いてたら断らないんですよね。気温差がどんだけあったって旭川断らないですよね。僕を呼んでくださるんだったら。で、行ったら行ったで旭川で、また、予測上回らさせていただきますって言いながらこうやるんですけど、これが止まらなくなってしまってるんです。頼まれ事を頼んでいただくってことはなんて幸せなことだろうと思って受け止めてやることが、お前の人生を止まらなくさせる。役割を与えられる。まあ今日も一応名指しをされて中村文明さんに喋ってもらいたいって言われてきてるから、ありがたいと思ってるんですけども。だけど、田畑さんの言ってた通りだなと思うんです。夢も目標もなかったけど、飲食店をやり、ブライダル事業をやり、本を3冊書き、こんなに講演をやり。だけど中学生、高校生の時僕飲食店をやりたいとか、ブライダル事業をやりたいとか、人前で喋ったり本を書きたいなんて一回も思ったことないです。頼まれ事を引き受けていくうちにこの4つの役割を与えられてしまったんです。で、それを人を喜ばすためにやっていったら止まらなくなってしまっただけなんですよね。だからもしかすると複雑で情報化なんて言われてますけど、いや、もしかしたらものすごくシンプルなことを今現代社会は求めてるんじゃないかなって僕はそう思ってるんですけども、だけどそんな風にね、
たった行商軍団がそんな6人の集団でも毎日毎日そうやってやってたら目の前の景色がどんどん変わったです。ね。だって、団地に売りに行く、お母さん方のところに行く、そしてもう、みんないつも集まってくれる応援団がいてね、お母さん方が、ね、僕ら、お母さん方からね、娘の引っ越しがあるんだとか言われると、何引っ越しって言って、で引っ越し屋さん呼んでどうこうせねえかんとか言うから、ちょっと、それ夜でもできるんだったら俺らがやってやるって言ってね、夜でもできるんだったらみんな売りさばいた後ね、軽トラの上掃除してからね、もう一回ここ来るよって。で、娘の結果の層の引っ越しぐらいのこと俺らがしてやるよって、いつも世話になってるんやから母ちゃんって言ってね、で、娘さんの荷物、三台の軽トラみんな積んで、全部引っ越ししてやるんですよ。で、男でばっかりですからね、みんなで物運んで、で、やってやったらお母さん喜んでくれて、娘さんも喜んでくれてって、いいよっていつもお世話になってるもんねって、なんか人肌脱がにゃってこうよくやったんです。で、そうやってやってると、そのお母さんがまた僕らの応援団になってくれて、で、その地域の自治会で廃品回収があるなんてパッと入ってくるとね、廃品回収があるそうですねって、お年寄りはみんな休んどってって、みんな休んどっていいよって、俺ら三台の軽トラで集合してくるって。スピーカーはついてるし、マイクはついてるし、見た目派手ですし、廃品回収するには持ってこいやからって言ってね、年寄りはみんな休んどってくれと、俺らが全部やってくるからって言って、廃品回収引き受けて、何の得にもなりませんけどね。でも廃品回収引き受けながら6人でエンジン組んで、自治会長さん、ひっくり返らしたるか、おい、って言って。どんだけ集めてくるか、俺ら次第ぞ、って。びっくりさせてやろうじゃないか、って。廃品、集めまくってくるんですよ。集めまくってきて、山のように廃品集めてくるんですよね。それ見て、みんなびっくりするんです。で、その自治会の会長さんはじめみんなが、あんたたち、いくら儲かるルートが見つかるようになっても、ここ、必ず通るようにしてくれよって。お前たちここ通らなくなったら俺たち寂しいからなって。お前たちの元気いつももらってるからって言ってね、自治会上げて応援してもらえるようになって。で、近くにはスーパーもある。新聞に折り込みチラシも入る。安売りしてる。だけどみんな浮気しなかったですよね。あんたたちの応援団だから、あんたたちの応援団だから、あんたたちの力になるんだったらって高いこと分かってて、品数少ないこと分かってて、だけどあんたたちからしか買いたくないんだって言って、みんな買ってくれたんですよね。だけど一回こんなことあったですよ。僕ら市場で、そんな派手な軽トラで8匹でやってたんで、目立ってたんで、市場の、まあ、他の先輩たちがですね、あいつらなんだって言うんでね、ちょっとこう、目つけられてまして、一回、意地悪なことされたことがあるんです。まあ、意地悪っていうか、はめられたんですよね。6個入りのメロン2ケースぐらい注文したつもりで、僕らは仕入れをしたんですけども、そしたら、僕らのスペースに納品されてきたメロンはトラック1杯分あったんです。何十ケースって届けられたんです。で、誰もこんなん頼んでないっつってね、わーって市場に文句言いに行こうとしたんです。でももう位置閉まってて、もう後の祭りだったんですけど、だけど僕らがもうね、血気盛んですからね、これはあえて喧嘩売られてるぞ言うて、で、わーって行こうとしたんです。そしたら田畑さんね、いや、売られた喧嘩は肯定やらんかって。ね、これでメロンを腐らせてね、メロンを腐らせて支払いに困って、また俺たちを足踏みさせてやろうって、そう思ってやったんだろう。売りゃいいじゃないか。トラック一杯でも二杯でも俺ら売ってやるよって。売られた喧嘩はこうやって買えばいいんだってそう言って、結局一台の軽トラにメロン全部積んだんです。ね。僕と田畑さんの軽トラでそれ売りにいつものルートで出かけたんですけど、そしたら一箇所目の方々ですよ。何箇所も回るんですけども、でも一箇所目の方々が、あら、今日は何メロンばっかりって野菜ないのって言ってみんな言うから、ごめんって実はカクカクシカジカって説明して、そしたらお母さん方、あんたたち大変じゃないのって言うから、まあ、大変なんだけどもねって。だけどもし使い物で使おうかとか、子供のおやつにって言うんだったら買ってよって。でもそうじゃなかったら気使わんでいいからねって、数いっぱいもあるからって言ってたんですけど、って言いながらお母さん方急にミーティング、エンジン組んでミーティングし始めたんです。そうしたと思ったら移動しちゃいかんつって僕らの軽トラのキー抜いてしまってですね。それ持って帰ってくんですみんな EM って。で、ちょっとーって言ってるのにみんな帰ってしまって1時間以上帰ってこないです。で、1時間ぐらい経ったらみんな3355戻ってくるんですけどみんなね、包丁とかまな板とかサランラップとか持って帰ってくる人がいて、その人たち帰ってくる後ろからですよ。もう人がどんどんやってくるんです。150人、200人と集まってくるんです。僕ら何が起こったんだろうと思ったんですよね。さらそのお母さん方メロンね、流れ作業のようにパカパカ2分の1、4分の1、8分の1って切り分けてね、サランラップ開けて、あんた8分の1だったっけ、あんた4分の1だったっけって流れ作業のようにこれが剥けていくんです。いくらいくらだからってもう話がついてるような感じなんです。その1時間の間何やったか。いつも集まってくる30、40人のおばちゃん方、お母ちゃん方がですね、みんな知ってる限りの友達や自治会名簿や PTA 名簿を見ながらですね、
今日の子供のおやつ、メロンを食べさせてやってくれんか。大好きな私たちの八百屋さんがこんなに困ってんだってみんなが説明して人集めをしてくれて、いいわよ、それぐらいだったら協力するわよって言って、8分の1サイズや4分の1サイズですけども、みんな買いに来てくれた。1時間以内にトラックいっぱいの、軽トラいっぱいのメロンが全部完売になったんです。その時僕ら、涙止まらなかったですよね。で、お母さん方に、自治会や PTA の名簿をそんなに勝手に使ってね、後から文句言われる、怒られるんじゃないかなって言われたら、はぁーって笑うんです、お母さんが。怒られたら怒られたでね、中村くん。そん時はそん時さ、ってこう言うんですよね。だってね、あんたたちのことをね、素通りさせるわけにはいかなかったわよって。困ってるあんたたちのことね、あら、そうなのでね、私たちの目の前に素通りさせるわけにはいかなかったって。だってそんな付き合いじゃないじゃないのって。あんたたちが今まで見せてくれたこと知ってるからみんなって。自治会みんなで応援したのよって、そう言われた時にもうワンワン泣いたですよね。だけど、たった1時間で過去最高売上ですよ。単価が高いから。僕ら行商軍団始まって以来の最高売上上げて、その日のうちにメロン1社分の支払いを市場に払ったですよね。ああ、すいません。メロン代全部売れたんで払っときますね。つって払いに行った。涼しい顔して払いに行った時に、喧嘩を買うってことはこういうことだって言われて。だけど人と人とのつながりだよって。人はね、一生懸命頑張ってる人の応援をしようとするんだ。一生懸命やろうとする人の応援をする人が数多くいなくたっていい。一人でもいいって。一人の後ろにまた縁がつながる人がいるんだ。商売なんてそんなもんだってこう言われて。だから何のためにやるかが必要なんだって言われて。それで僕ら行商軍団はお金をため、体を動かしするうちにやがて飲食店を手に入れるんです。目標にしてた六本木の飲食店ですよ。花の六本木にね、店を出すぞっていう。7坪手に入れました。たった7坪ですわ。ちっちゃなもんですよね。しかもそこはホルモン焼き屋さんが首吊って自殺した物件だったんですよね。首吊り物件だったですよ。で、首吊り物件安くで借りて、ほんでなんか砂も自分たちで拾ってきてね、土間打ちも素人がやってですね、それで焼肉屋をなんとか、こう飲み屋さんにね、変えたんですよね。で、そこで飲み屋さんやるったって、誰も経験がないんですよ。で、4ヶ月後にオープンするって言い始めて、へえ、誰かプロが来るんだろうと思ってたら、中村、お前がやれって言うんですよね。うーんと思ってね、お前関西弁流暢だし、お前喋るのなかなかうまいからお前がやれって、後のみんなは八百屋を続けるからお前一人この店やれって、やれ、店、僕がですかって、はぁって言いながら、できない理由が駆け巡るんですよ、頭の中を。で、その時は僕思わずですね、タバスさんの前でできない理由言っちゃいけなかったのに、あまりに、大きな話なもんですから、僕にとっちゃ。言ってしまったですよね。だって僕、田舎の子なんですよって。で、東京出てきてからやった仕事は、土方とドーナツ作りと、八百屋ですよって。それ以外やったことがないのに、六本木で何をやるんですかって言いましたら、バー隊って言ってくるんですね。バー隊。何ですかバーってって。バー隊お前、なんか小屋にして、カクテルバー作るとよとか言われてね。作るとよって、あんたも全然知らないくせにですよね。世界中の洋芝並べて、お前おしゃれな人たちが皆さん遊びに来なすっとどって、お前そこでね、笑わしながらなんか話しばしてね、お客さんを応援団にすりゃよかってって。で、お前のこと好きになってもらったらみんな応援団になって営業マンになって客を集めりゃよかろう思うって。ね、かっこつけんでよかって、お前の身の丈のこと、お前にできる目いっぱいのことでね、人を喜ばせてやっていけばいいんだって。六本木だからってお前何もじもじせねえのなんとか言って怒りまくられてね。で、僕その時に田舎者だからできんのかって、お前やったことがないからできんのかって、4ヶ月間命かけててもなんかやってみようとは思わんのかお前って。やりません、うちからできない理由言い出したらお前怪我するよなんか言われて。ふですよね。で、その時もうね、えらい怒られたんですけど、だけど、次の日から僕はその時にね、あるホテルに修行に行かされたんです、修行に。ほんでね、行かされて行って、こう、トレンチ持ってオーダー取ったり料理運んだりいろいろそういうところからするんだろうなと思って行ったら何がね、もう長靴履いてゴムの前掛けかけられて一日中洗い物なんですよ。誰とも口聞かないんです。一週間が経ちました。あかん、こんな洗い物してたってバーはできんと思って本いっぱい与えられて読みまくってるんですけどね、全く実践がないでしょ。で、誰とも口聞かない、もう殺伐としてるんですよ、調理場の中が。こらいかんと思って一週間経った時に田畑さんに相談に行ったの。社長、あのホテルダメですよって。だって殺伐としてますしね。もう洗い物ばっかりで誰とも口聞かないんです、僕って。だから、巷のお店にどっか変わった方がいいんじゃないかな。もしくは別のホテルに変わった方がいいんじゃないかな。だから、あそこのホテルは、やめた方がいいと思うんです。時間がないからっていうことを僕言いに行きました。そしたらね、違うって言われたんです。
お前ね、自分の都合に合わない時はいつも場所を変えようとするんだって。お前いつもそうなんだって言われるんです。ね、自分の都合に合わないと場所を変えるか？場所変えて、場所変えて、でまた職種変えて、場所変えて。お前の都合に合うコンセントはね、一生見つからんよって言うんです。場所を変えることじゃないんだ。そのね、自分に都合が悪い環境を都合のいい環境にするところまで努力するから、お前にぴったり合うコンセントが出来上がってくるんだよって。場所変えて、場所変えて、見つけるもんじゃないんだって言って怒りまくられたんです、その時に。お前いつもそうなんだって。場所変えるんじゃないって。そのね、思い通りにならない環境を思い通りにするまで体を動かすことなんだって言って怒りまくられて。で、もう、ゆいにこにゃよかったと思ったんですよね。その環境を変えろって。だけど、お前一生懸命やったのか、洗い物って言われて。いや、一応一生懸命やってるつもりなんですけどってこう話したんですけど。だけど、その時に、日本一目指したかって言われたんですよね。は？って言ってね。別に僕洗い物やってるだけですし、日本一は目指してませんけどったら、それが甘いねとか言われて、なんだそれと思ったらね、お前帰りに行って目覚まし時計一個渡されたんです。小さい目覚まし時計。で、その目覚まし時計を明日から洗い物をするときに目の前に置けって言うんです。で、その秒針を見ながらね、日本一の洗い物を目指すごとくね、稲妻のような洗い物をやれって言うんですよね。それぐらいのこともやっとらんうちからギャーギャー言うな言われて、ほんで僕ね、わかりました。稲妻の洗い物ですね。で、日本一ですね。で、わかりました。そっからお前の環境が変わるかもしれんって、そう言われて、本当に目覚まし時計持って行って目の前に置いて、次の日から誰とも口聞かなかった、その洗い場で、って一人で、もう稲妻早い洗い物やり始めたんですよ。そしたら昨日まで二人でやってたんですけど、お前、早いね、洗い物って言われて、一人でできるんだったら俺いいね、とか言われて、この人別の仕事し始めてですね。やらによかったかなとか思いながら、一人で全部せにいかんのですよ。さっきともう、うわーってやってたの。したらね、正社員の調理場の人とかが、それまで誰とも口聞かなかったのに、その正社員の調理場の結構怖い人がですね、おい、バイトって僕に喋りかけてくるんです。お、はいって言ったらね、お前何やってんだよって言われて、洗い物ですけどって言いましたらね、何焦ってんだよって言われて、あ、すいません、僕、日本一の洗い物を目指してるんですって、その時言ったら、秒針を見ながら日本一を目指してるんです。バカでしょって。でもね、僕ね、何かやるときは日本一目指せって教えられてるもんですから、すいませんって言いながら、ほっといてくださいってこう言ったんです。お前、洗い物の日本一目指してんのって言うから、そうなんですって言ったらね、バカじゃないのって言われて、この人にものすごくバカにされたんです。だこの人みんなに言いふらすんです。あいつね、洗い物の日本一目指してるらしいよって。でね、バカじゃないか、バカじゃないかってみんなが僕を見に来るんです。だけど、昨日と比べれば変化は生まれたですよね。稲妻をやり始めたら、それだけでみんなの注目の的にはなったんですよね。あ、変わったなとは思ったんです。だけど、その稲妻の洗い物をそこから一週間続けるうちに、また変化が起こり始めたんです。今度は、そのバカにしてたみんなが、でもな、お前にこれできるかって、あいつ開けてもくれても一日中やってるやないかって、あいつな、日本一とかって言いながら俺らのこと笑かすけれども、あいつ実はものすごい何かを感じてね、真剣にこの仕事をやってるんじゃないか。俺ら、なんかこういう当たり前のことをおろそかにしてるんじゃないかって、今度は逆にみんなが違うことを言い始めてきたんです。あらと思ってね、だん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 僕の味方が増えてきたんですよ。そうしてるうちに僕のことを手伝ってくれたり、いろいろ話しかけてくれる人が増えてくるときに、来たときに料理長が、鬼の料理長、もう怖いんです、この人。もう包丁の背中でコーン頭殴られてたりとかね、キャベツでドーンって頭ぶつけられたり、中にはね、鳥のモモでビンタ食らわされたりしてるんですよ。恐ろしい田畑さんみたいな人なんですけど、この人がね、野菜が足りやんって、サラエのこの付き合わせに乗せる野菜が足りない言うてね、わーって焦ってるんです。ほんでね、誰でもいいから買いに行けれぞらんのかーって一人でわーわー騒いでるんです。だけどね、野菜が足りなくなるぐらい忙しくなってるからみんなパニックしてるんですよね。ゆとりがあるのは僕一人なんですよ。その稲妻の洗い物をするもんですから、休憩時間も多かったんですよね。ほんで僕こうゆとりで考えてるときに、僕が行こうかな。でも調理場のことに口出したらなんかあかんかなとかこういろいろ思ったんですけどね。だけど、その料理長が焦りながら誰でもいいから買いに行けるやつ行ってこいって言ってね、たまたまあれポケットの中に2000円のお金入ってたんです。その2000円のお金ポイと掘り投げたんです。僕、瞬時に体が反応してしまいまして、思わず2000円拾ってしまいまして、買えるだけですかって言ったら買えるだけ持ってこいって言うからね、わかりましたって言ったと同時にその瞬間、心の中でつぶやくんです。
あなたの予測上回りますってこうつぶやくわけですよね。あなたの心あの予測上回らさせていただきますよ。この調理場の過去の使いっ走りの中でぶっちぎりの速さで帰っていってやる。みんなびっくりするから待っとけよってそう思いながら2000円握りしめて知らん顔して扉パーンって閉めた瞬間ですよね。うわー猛ダッシュですよ。そこから猛ダッシュで買いに行って買える分買うてレジを追い抜かさせてもらうてほんで領収書だけ持ってぐーダッシュで帰ってくるんですけど、まあみんな驚かすことが一つの目的なんで、もうドブの水でも水溜りの水でもいいんですけど、こうちょっとこうかけたりいろいろしながらね、汗かいてるっていう雰囲気見せなきゃいけませんし、うわーで走って帰ってバーン開けてお待たせしましたって帰ってきたらみんなびっくりしたんですよね。だってみんなね、だら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 休憩時間やと思って使いっ走りって行くもんですから、僕、猛ダッシュで行きましたから、で、領収書渡して、はぁ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 って言いながら、料理長に喋れなかったですよね。さら、料理長が、お前、そんなに走ったんかって言って、で、はぁ、はぁ、喋れない。そしたら、料理長、僕に今まで口も聞いたことないのに、ありがとうって礼言ってくれたんです。で、もったいない、もったいないだけ言ったんですけども、釣り線と領収だけ置いて、僕、仕事貯めてしまってますから、って、また、稲妻の洗い物を続きやるんですよね。そうやってやってたら、一落ち着きしたあたりで料理長手拭きながら僕のところへ来て、お前名前なんて言うんだって言うから、中村って言いますって言ったら、アルバイトなんかって言うから、そうですって言って、出身はお前どこなんだって言うから、三重県ですって、お前田舎だろうって言うから、そら人の数より皿の方が多いようなところでねって、97% が山林ですもん、僕の自慢はそれだけですよなんてこう言ったんですよね。そしたら、それでお前は足が速いんだなって言われて、その日に僕あだ名猿ってつけられたんですよね。その日からね、仕事が一つ増えたんです。洗い物以外に一つ。何が増えたか。使いっ走りですよ。なんかちょっと、おい猿、おい猿って呼ばれても、走りはみんな僕なんです。そのたんびに、やっぱおめえ早いな、お前やっぱ早いなって言われてるうちに、本当は料理長にみんな仕事を教えてもらわねえかんのに、みんな料理長怖くてあんま近づけられなかった。だけど僕、料理長って妙に仲良くなって、ご飯食べに連れてもらったり、飲みに連れてもらったり。でも飲みに連れてもらってもね、何かやれっていうことかな、これは、とかね。この料理長が僕を誘うということは、なんか予測上回ることせにいかんかな、とか。いろんなことをこう考えるんですよ。もう癖ですからね。楽しまそう、とかいろんなことするんですけど。だけど、その料理長と腹を割って話をしたときに、実は、こういう、なんでお前はそんなに一生懸命なんだって言われたときに、実は料理長、僕何月何日に辞めなきゃいけないんだって。で、六本木でね、バーをやらなきゃいけないんだって。でも、田畑さんという人と巡り合ってねって、行商の殻の話からの赤裸々、聞くも涙、語るも涙のその話をこう、語るわけですよ。給料もろくにもらえんでね、風呂も週に一遍しか入らんでねって言いながら、だけどその人はね、すごく厳しいし、金もくれないし、すぐ人のこと殴るんですけど、僕はでもあの人が好きなんですよねって、あの人がまさに人間力だと思うんだって、だけど僕今体全部預けてるんだ。だから回転するときにね、絶対に何かやれる自分になりたいんです、料理長って。だから僕このホテルに勉強に来たつもりなのに、洗い物しかさせてもらえないもんだからって言って料理長にその話したら、料理長僕の話半分泣きながら聞いてくれて、お前早く言えよって言うんですよ。早言うたらどうにかしてくれたんかって言いたかったですけどね。だけど、使いっ走りがきっかけで料理長と仲良くなって、でも次の日料理長命令で僕はカウンターに移転になったんです。もうだってカウンターの中でこうやってカチャカチャして作りたいっていう、そんな仕事したいっていう人はね、いっぱいいるんですよ、先輩方。でも全員ぶち抜きでカウンターに入ったんです。だけどその時に先輩方、誰も僕に文句言わなかったんです。お前だったらいいよって。ぶち抜かれてもお前だったら文句は言わないよってみんな僕の応援してくれたんですよね。で、みんなが知ってることをみんな僕にコピーをして教えてくれて、こうするといいんだよ、こうするといいんだよってみんなが僕に教えてくれて、僕たった3ヶ月半でしたけど、ある程度できるようになって、みんなから閻魔帳をもらってですね、それで開店を、日を迎えた時に、蝶ネクタイつけて、行商軍団が蝶ネクタイつけて、そのお店に立ったジャズ物件に、で、タバさんね、花が並んでて、七日村、あの時お前ができない理由を言って、時を先送りしてたら今日の開店の日はないんだよって。だけど、やると決めたら命がけ。やると決めたら今すぐできること、体を動かしたら人の心が動いたろうがって。人がお前の味方になったろうが、たった少しの間だけでもって言われて、ほんとそうですねって、そう言ってね、泣きながら、でももしお客さんに迷惑かけた時はね、ごちゃごちゃ言い訳せんで、お前は頭を地面にこすりつけながら謝れよ。で、これからの僕のこと見ててくれって、そう言って謝れよって言われながら僕、初日開店したんですけど、一番最初に来たお客さんは誰だと思います？そのホテルの料理長と、お酒のことを教えてくれた渡辺主任が二人で来てくれたんです。渡辺主任はその日ホテルを休んで、ホテルの制服を持ってきてくれて、今日は俺一日入ってやるからね。
初日は何があるかわからんし、いろんなことにね、基本作ってやるからって、今日俺休んできたからいいよって言ってくれて、渡辺さーいってうーって投げてきたんですよね。ただ料理長はね、この結婚式でもらうような白い紙バッグの中に、タッパーウェアにね、おつまみいっぱい作って持ってきてくれたんですよ。いっぱい作って。でね、メニューまで書いて持ってきてくれたんです。でね、おつまみがあればお酒の杯数もおかわりも増えるって、そしたら売り上げにつながるって。ね、俺たちはね、ロスを出してしまうものもいろいろあるんだから。たまにはね、若い連中みんなお前の応援するって言ってるって。だからね、入れ替わり立ち替わりね、差し入れしてやるから、やがてお前もおつまみ作ることも覚えろよってみんなに教えてもらえばいいじゃねえかって言われて。そのね、おつまみとね、メニューとね、こういう風に盛るんだよ、こういう風にソースかけるんだよってみんな指示してくれて、日持ちするもんばっかりだからって持ってきてくれた時に僕もうね、泣いたですよね、その時にね。だってその、料理長最後に言うんです。これでね、売り上げを上げて中村、田畑社長を見返せ、田畑社長の予測上回れって。ほら、こんだけできたぞって、あんた何万売ると思っとったんかいって。その倍以上は売ったろうがって、びっくりさせてやれって。うちのホテルは全面的にお前のことを応援するからねって料理長言うんですよね。だけどそのホテルの名前言ったらびっくりすると思うんです。でもなんかビデオテープ回ってるからはっきりは言いません。はっきり言うとちょっと問題があるんではっきりは言えないんですけど、そこら辺のちっちゃなホテルじゃないんですよ。もうね、もう日本を代表するようなホテルなんですよ。ホテル王ニャニャって言うんです。わからなかったと思うんです。全然わからなかったと思うんです。そこの1ラウンジなんです。そこの1ラウンジのたくさん従業員がいる中で、4ヶ月働いた僕が、3ヶ月半働いた僕が、アルバイトの僕のために料理長も主任もみんなが動いてくれて、僕その時思ったんです。あ、人を動かすのはお金じゃない、条件じゃない、情熱だな。何のためにやろうかな。人を喜ばすためにやろうとする人間の応援をみんなはしてくれるんだな。で、自分一人の力は小さいかもしれないけど、人の力を借りたらいろんなことができるんだなって、本当に僕教えてもらったんです。それから、まあ僕らは六本木西麻布に飲食店を5店舗出したんです。そして、行商をすることができなくなってきたんで、スーパーを作ることをしたんです。で、会社を2つ設立するところまで実は3年半ですよ。3年半の間にそこまでやりました。で、まあ、田畑さんっていう人の経営の力とか人を動かす力がすごかったんですけど、だけど僕追い出されるとき、人が育ってくると田畑さんはね、掘り出すんですよね。もう独立をしろ、もうお前はお前の道を行けってバーって掘り出す人なんです。で、僕は実は先頭を切って一番乗りで掘り出さされたんですけど、だけど掘り出されるときに言われたんです。お前はね、なんで先頭切って一番乗りで独立させるかわかるかって。お前には一つね、特殊な能力があった。ね、お前はね、スペシャルがつくほど素直だったからって言われたんです。俺の言うことを何でも受け入れて、何でも体を動かして、で、疑わずにやってたもんねって。だからお前、くるっくる変わっていった。お前、素直だもん。スペシャルがつくほどって。だけど、その性格を作ってくれた父ちゃんと母ちゃんにね、3年半ぶりに会ったら礼言えよって。ね、お父さんとお母さんに育ててもらったからこうなったっつってね、レイウェイってお前に能力があるんじゃない、素直だったからだって、そう言われて僕掘り出されて、で、三重県帰って、だけど独立しなさい、店を作りなさいって言われたんです。だけどですね、僕らは最初の頃は本当にお給料ってほとんどもらえなかったんです。ほとんどもらえなかった。もうね、おかしいですよね、あの人考えてみると。だってね、朝300円チャリンって小遣いくれるだけなんですよ。ほんでね、昼ご飯をしのげって言われるんですよ。だね、小学生でも300円で昼しのげないですよね。ジュースも買えないんですよ。ほんでね、なるべく消化に悪そうな、腹持ち良さそうな、そういうものをこう買って食べるんですけども、飲み物は水ばっかりですよ。だけどね、2つ来たっても3つ来たっても休みは全然訪れませんしね。でね、もう売れ残りの野菜ばっかりですし、風呂は週に一遍でしょ。ほいで夜は毎日勉強会でしょ。プライベートが全くないんですよね。で、二月三月経った頃に、僕ね、いつまでこれ続くんかなって、焼き鳥屋でもう飛び込んでしまったんで、給料の話も何も聞いてないんですよね。ただあの人に憧れて飛び込んだだけだったんで、で、先輩にちょっと愚痴をこぼしたんです。先輩、いつまで経っても給料がもらえないんですけど、これってどういうことなんでしょうかってこう言いましたら、先輩が言うんです。お前、金もらえに働けんとかってこう言うから、いや、そういう意味じゃないんです。でも、全くないのも問題じゃないんでしょうかってこう言いましたよね。だって先輩たちはもらってるんでしょって言ったらね、俺たちもお前と同じだよって言うんですよ。ええー、って、誰も怖くて言えないんだよ、それがって。みんな給料の話はずっと思ってんだよって言うんですよね。そうなんですかって、だけどねって。
この先輩ね、僕を裏切ったんですよね。自分の言葉では言えないんですけど、僕が先輩に愚痴をこぼしたことを田畑さんに密告したんです。中村なんか金がもらえないと働けないようなことを言ってましたよ。給料が出ないのかってなんか文句言ってましたけど、みたいなことをね、話を大きくして田畑さんに伝えたんです。そしたら田畑さん向こうからね、威圧的な態度で僕に近づいてくるんですよね。そして、普通経営者だったら、ね、お給料渡してしそうなもんですよね。したら田畑さんね、僕に近づいていきながら、中村、給料がもらえんと働けんらしいねってこう言いながら来たんです。あわわなんて言葉が出ないですよね。そうしましたらですね、お前じゃあ一つ教えてくれんかって。じゃあ、もろた給料は何に使うんか説明せえってこう来るんですよね。始まった禅問答がと思うわけですよね。ここで話を間違うと説教に移り変わるわけですよね。それで僕ね、何回言わね何回言わねと思いながら苦し紛れにそれでもと思って言ったんです。お前今の生活に何が不自由なのかって言うんですよね。何が不自由なのか。何が満たされてるんですかって聞きたかったですけどね。あなたの基準は何ですかって言いたかったんですけど、だけど僕その時苦し紛れに、友達に会う時に着ていく服がないって言ったんですよ。週に一遍しか風呂も入らない、そして週に一遍しか洗濯しないと、汗だくになった服がですね、汗びっちょちょのまんま丸めてこの二畳の片隅に置いとかないかんわけですよね。そうするとね、カリカリになって乾くんですよ、丸まったまま。この塩水漬け君がね、週に一遍しか洗われないでしょ。しかも乾燥機かけますでしょ。なもんですからね、服ボロボロだったんです。靴の先っちょも口開いててこんなガムテープで止めないかんやな、そんなんだったんです。それで、この学校では友達に会いに行けないって。だって友達たちみんなね、貧乏だ貧乏だって言ってたってね、親から仕送りはもらってるしね、アルバイトする時間はあるわけですよ。貧乏具合は僕とレベルが違うって。みんな貧乏だって言ってたってね、週末合コンだなんだってみんなおしゃれさんたちばっかりだから、僕この学校で行ったらみんなにね、嫌われると思うんですよね。一緒に歩けんみたいなこと言われると思うから、せめて一着でいいですよ。よそ行きの服買ってほしいんですよ、社長って。だからお金がうんぬんってよりも服を一着買ってほしいというふうに言ったんです。そしたら田畑さん、まあお前18だしね、わからんこともないけどねって言うから、おおって思ったんです。おおと思ってね、僕の手のひらに1万円札の1枚か2枚乗せてくれるのかなと一瞬期待をしてしまったですよね。だけど甘くないですよ、田畑さんは。そんなに僕の目の前にお金を乗せるんじゃなくて、僕の目の前に白い紙を1枚持ってきてボールペンを握らせるんです。そしてこう言ったです。お前が見栄を張らなきゃいけないと思っているその友人方の名前と住所と電話番号をこの紙に全部書けって言うんですよね。はぁ、でしょ。書いてどうなさるんですかって言いましたら、俺がお前の友人全員に会いに行ってくるって言うんですよね。会ってどうするんですかって言いましたら、お前が省きにされないようにきちんと説明をしてくるって。俺たちがなんでボロを着ながら、なんで風呂に週に一遍しか入らずに、なんでここまでストイックにしながら自分たちの生きる役割を探そうとしているかをきっちり説明してきて、お前の友人方に教えてきてやる。男同士の友情に最も大切なことは、女子のケツを追いかけることじゃないよ。男同士が切磋琢磨すること。お前がそんなに頑張るんだったら俺も負け取れんね。お前がそこまでやるつんだったら俺だって気張らやんとねって。そうやってね、切磋琢磨しようってね、焦りを感じたりしながら頑張ろうとするところにね、男同士の友情の最も価値のあるものがあるんだ。ね、おしゃれをしてね、女の人にモテるかどうか考えるのはね、もっともっと後の話だって言われた。今そんなことする場合じゃない。だけどね、中村覚えとけ。女の人もね、男を見る目のある女の人はね、心配すんなって、男の背中に惚れるけ。何のためによ、しゃっかり背負って生きてる男に惚れるけって。見たくれだけでね、ついていくような女子したここがいまいち軽かどうなんか言ってね、一人で勝手に持論を並べ立てるんです。そして、お金じゃないんだ。今は心意気だ。みたいな話してきて。でもね、お前、友達が減らないように俺がちゃんと一人ずつ頭下げに行って説明しに来てくる、行ってくるからね、かけって言ってくるんですよね。でお前のためならいくらだって頭下げてやるって言われた時、僕泣けてきましたね、その時に。社長の頭僕のために下げさすなんてできるわけないじゃないですかって言いながら、もうその場でしゃが手ついてですね、小さなことを言ってすいませんって、小さなことを言ってすいませんって、もう社長の頭下げさすなんてできませんって言って、僕でも自分の口で説明するって、この格好で堂々と友達に会いに行って、なんでこんな格好で僕がいるのかの話を自分の口からね、胸を張ってしますってこう言いましたら、ね、ボロは着てても心に意識ですよってそう言いましたらね、おう、お前もいいこと言うようになったじゃねえかって、じゃあ、服いらんちことは金いらんねえって言われてね、結局そのまま300円の日々が続くんですもんね。信じられない世界ですよね。だけど好きだったんですよ。これ人間力ですよね。だけど好きだったんですよ。ここまで僕らをね、
本気で指導してくれるリーダーなんて世の中に他いないって。みんなこの手のひらに1000円か2000円乗せて、1万円か2万円、お前頑張ってんだからたまにはご褒美もねって言いながら1万円か2万円乗せて、僕の機嫌取りますよね、普通だったら。そうやって、おべんちゃらな世界じゃない、本当に深いところの強さを僕の中から開発してくれようと、本気で思ってくれてる。あのまま僕がもし、住所、名前、電話番号書いたら、あの人絶対会いに行きますからね。絶対会いに行く人ですから。ですから、その時に、お金とか条件とか休みの量とか労働時間とかそんなもんとかとは全く違う世界の愛情を感じたんです。ああ、こんなに厳しいものの中に愛情ってあるんだなっていうことを僕らやっぱ目の当たりに感じたですよね。そして、お給料が途中からね、もらえるようになった時、もう給料がもらえるようになって嬉しかった。だけど、その時も、給料袋を初めて手渡された時嬉しかったんですけど、その給料袋を手渡された時に、いいか、この金はお前たちの自由には使わせんからって言うんですもんね。びっくりしました。最初20万も入ってたから。だけどお前たちの自由には使わせないって言うんです。この金はこれから先のお前たちの人生に生きる金の使い方にせねえいかんから、だから服を買ったり物を買ったりじゃないんだ、お前たちの知らないね、いろんなことを考えて生きている超一流の男たちがいる、超一流の女性たちがいる、その人たちが何のために生きているのかっていうふうにね、俺たちがね、逆立ちしたってたどり着けないだろうなって思えるような生き様を生きている人たちに、お前たちこの金を使って会いに行くんだ、そしてね、目指すべき着地点を見て、今の自分に何が足りないのか焦りを感じて、そして自分の内なるものをにじみ出させるような金の使い方をしろって言われて、行動にお金は全部使わされさせられたんですね。ですから、まあ、いろんなエピソードも、その金の使い道にね、いろんなエピソードも、まあ、山ほどあるんですけど、まあ、まあ、そろそろもう時間も来たんで、あれですけども、要は、僕はその人との出会い、一人の人との出会いで大きく人生が変わりました。で、やってやれないことはないんだな、ということもよくわかりました。で、動くと変わるな。で、動くとまた分かるなと思いました。そして人を動かすのは情熱だなということも分かりました。で、出会いは次から次へ、いくらでも、今日もそうだと思います。この青年中央会の方々、それ以外に一般の方で来られている方々、いろいろいらっしゃると思うんです。でも毎日毎日の出会いの中で、やっぱこう、また会いたいな、またこの人がこんな思いで仕事してるんだったら、ぜひ、この人から買いたいなっていうこととか、そんな思いで生きてるんだったらぜひ友達になってもらいたいなとか、いろんなところでこう人を引きつける魅力っていうのは自分の中から出るものが山ほどあると思うんですね。で、出会いを繰り返しながら、僕は田畑さんに出会って自分に出会ったと思ってるんです。で、他にも尊敬する師匠が他にも何人も僕いるんですけれども、田畑さんに出会って自分に出会ったっていうのは、田畑さんに出会って何度も何度も開き直りました。で、何百回も何度も何度も開き直って無理だと思うことができるようになりました。そしたらやればできるんだってことが分かるようになりました。で、そこをするうちに田畑さんに出会って、あ、俺ってやれるやんっていう自分に出会ったんですよね。だから人に出会って自分に出会った。そして田畑さんによく言われたのが、人間が成長するということは変わるということだって言われたんです。青虫の例えで言うとですね、1センチ、2センチ、1センチの青虫がね、葉っぱバリバリ食べて2センチ、3センチになることは太ってるんですよね。ただ大きくなってるだけ。人間と一緒ですよ。飯食いは太るんですよね。で、この青虫が本当に成長するときっていうのは勇気を出して、青虫の自分を捨てて、サナギになるときですよ。で、サナギが成長するときっていうのは勇気を出して、サナギを捨ててですね、羽広げて蝶々になるときですよね。で、上空から青虫見たときに、俺は成長したって誰だって思いますよね。僕3年半青春と引き換えだったですよね。僕田畑さんと3年半東京でいる間、女の人と手つないだことなんかなかったですよ。ちょっと軽く釣り線渡すときにちょっと触れ合うのはおばちゃんの手でしたからね。でもそのまあ女の子と手つないだこともなければ、それこそ一緒に歩いたこともないですし、匂いも嗅いだことないと思うんですよね。だけど青春と引き換えでしたけど、三重県の田舎に戻ってきたときにやっぱ同級生と会ってびっくりしましたね。高校の時と全然変わらない話をみんなしてたんですよ。で、週末の合コンの話だ、その時着ていく服の話だ、今乗ってる車をどう改造するかの話だとかに、すごく情熱を傾けていらっしゃってて、何のために生きるかなんていう話とはもう全然違うところで生きてる同級生を見た時に、あ、僕、すごく貧しい生活をしながら、すごく大変な生活をして、最悪だったなと思ったけれども、宝地図が手に入ったなと思ったんです。で、
この同級生と僕とのギャップは何十年かかったって埋まらないかもしれないなってそう思った時に、ああ僕はこれから先大きな役割があるんじゃないかな。そしてまあ三重県帰って金なかったですけど、ね、金ないことは店出せない理由じゃないって言われて、8万円しか全財産なかったのに僕は飲食店を出させられたんです、田畑さんから。だけどね、絶対に流行るって言われたんです。お前がやったら絶対に流行るって言われたんですよね。なんでかわかるか、お前に会いに人が来るからだよって言われたんです。お前に会わせたくって友達の手つないで来るからだよ。いいか、お前どんだけ金かかったっていいって、全額借金でやったっていいって、お前が店作ってみろって、お前に会いに客が押し寄せて、毎日満員御礼になるから。ね、商売繁盛の秘訣は人間力。その人間の何のためにが滲み出た時だ。俺はお前をそこまで育て上げた自信があるって。ダメな時にはね、お前のケツぐらいいくらでも拭いてやるって。やってごらん、あっという間だからって言われて、僕850万の金をなんとか借りて、22になるちょっと前だったんですけど、店を作ったんです。じゃあ何の因果かですね、その探し当てたその物件はホルモン屋さんじゃなくて、布団屋さんが首吊ってお亡くなりになった物件だったんです。ね、東京のスタートはホルモン焼き屋さんの自殺物件で、三重県のスタートは布団屋さんの自殺物件で、神様シナリオ書きすぎですよと思ったんですけど、だけどそのお店の850万の借金は7ヶ月で返済を終えまして、でその後結婚式のできるレストランを建てようと思って、だけど僕は貧乏な家の子なもんですから担保を入れるお金も何もないんですけども、だけど25の時には2億3000万円お金を借りました。だって三重県の金持ちの順番に1位から、長者番付、高額納税者の1位の方から順番に僕会いに行きましたから。で、自分の夢を語りに行きながら、余らせてる財産があるんだったら僕のために担保に貸してもらえないかって、それを頼んで。で、これをやると世の中がこんな風に変わるんだって。で、これをやることによって僕の役割がこんな風になるんだ。そうすると、あなたが作った財産によって、この地域が変わる可能性があるって、僕だけどそれだけの荷物を背負ってやるだけの覚悟があるんだって言って、一生懸命情熱を持って喋りに行って、みんなから絶対に無理だって言われたんですけど、だけど絶対に無理って言ってるあんたにはもう一生無理なことなんですって、だけどね見ててくださいって、俺は絶対にやれると思ってるから。でも300人断られてできたとしたら、300人分が全部ネタでしょ、こんなに断られても諦めなかったって言えたら、失敗は全部ネタになるんだからって。僕は失敗先発舞台っていう言葉が大好きなんですけど、喜んで失敗はさせてもらいましょう。でも失敗が多ければ多い分だけ話がドラマチックになるって、そう思ってるんです。ですからまあ会いに行ったら300人もかからなかったです。40人目ぐらいに資産家の資産家の方が2億、まあ、銀行評価で5億以上の、土地の担保を僕に入れてくれて、保証人になってくれたんで、25の時、耳を揃えて全額借金2億3000万いたしました。そして、そこから先も、その、借金を、全部返しましたけどね、20年の予定が、まあ、9年ぐらいでみんな返してしまったんですけども、だけど、人を喜ばせていき、従業員が何のためにを持って本気で働き出したら、業者軍団とうち同じですから、0.2 秒ですから、頼まされることですから、うちのスタッフたちはね、ちょっと見たらびっくりする普通を持って働いています。だから彼らが働きゃ、利益上がりますよ。で、お客さんたちも、何のために結婚するの？何のために披露宴をするの？同じやるんだったら本気になって披露宴やろうよって言って、僕、お客さんもスイッチオンにさせながらやってきた結果ですね、今どんどん夢が叶いながら、やれていけてる。だけど僕は資格も学歴も何もない。レストランやってるけど、料理すら作れないです。料理すら作れない。でも料理人が僕のために命がけて働いてくれれば素晴らしい料理が出ると思ってましたから、全ては人間力で何もかもができるんだって思ってました。なんで、まあ、今日の30周年記念にふさわしい話になったかどうかちょっと不安ですけれども、だけど僕は今年ニートとかいろいろ働かない若者たち話題になってますけど、彼らと北海道で農業をやろうと思ってます。で、この沖縄でもそんな子たちと自然に触れながら、何かこう魂が強くなるような、こう心が強くなるような、何かこう実体験の何か農業か何かを沖縄でもちょっとやりたいなと思って今計画を練ってるんで、また地元でそんなニュースが流れた時には、あの時のあの兄ちゃん言うてたことやってんなみたいに気づいてくれて、また応援してくれたりしてくだされたら嬉しいなと思います。長い時間、ね、2時間ももうお尻に根生えてません、ね、大丈夫ですかね。長い時間ご清聴いただきまして今日はありがとうございました。